ートしちゃったよ。変なスタートだし変な絵だし。そうだよ、ここがどこかと言いますと、フジテレビ湾岸スタジオ社食青海でございます。あ、詳しい。そうよ、ここでスナック梅子するとは思わなかったよ。思わなかった。しかも社食でマイク使うってお食事中の皆さん本当にごめんなさいよね。ね、すいません、梅酒って言います。本当ごめんなさい。よろしくお願いします。川村さん元気してらっしゃったの？元気よ。本当すごい、もうこれ違和感だわ。なんかフェイスシールド、アクリル板フェイスシールドだからさすごい綺麗よ今の。あ、本当に？逆に一生してようかなそう、そんなに？なんかいろんなカバーがあってすごい今肌がつるんってしてる。いやいやいや、こんな始まり。そうよ、今年のティフはこういう形で始まりましたよ。なかなかない。でも結構さ、え、なんか何その格好っていうよりか割となんか受け入れてるよねこの格好。確かに、スナック梅子といえば私たち毎年ドレスで出てたけど、今年はこのティフ T シャツを着ることになって、うん、そのドレスじゃない理由はもうコロナ別に何の関係もなく、関係ないんですよね、多分スタッフさんが持ってこなかったすいません、預けてあるんですよねそれだけかな、うん、そうなのよ。皆さん今年のティフをいかがお楽しみでしょうかね。楽しんでましたか？どんな感じで楽しんでますか皆さん。だってすごいいっぱいいるよ、もう、うん、5万6千人。もう5万、ずっと10、いや今じゃないよ、ええずっと多分見てんだよね、10時50分ぐらいから。すごい。そちょっといい、ここアクリル板あるからさ。もういいよね、ちょっと見えにくいんですよ全反射なのよこれいいですか、うん、じゃあ失礼してください、ね、素顔でーす。失礼します、素顔で失礼いたします。あれ、もう来るの？もう誰か来た。来るんですか？誰か来ましたね。あらむいちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。え、何いるの？むいちゃん今来たの？あ、今来ましたそうだよね、カバン持ってるもんね。え、プライベート感がすごいあ、そうですね、完全にあのライブ見に来た人と間違われたんですけど、本当だよね、やってないのにすいません、来ちゃいました。いや、嬉しい、ありがとうございます。お願いします。なんかめちゃくちゃなんか変わったね雰囲気が。本当ですか？髪の毛そんな長かったっけ？そうです、ちょっと痩せまして。あら、私コロナになったんですよ。はい、って言っちゃった。いつ？そうなんです、もう2ヶ月以上前なんですけど、なんで完全に治ってるんですけど、ホテル療養で隔離されてまして。はい、隔離帰りです。大丈夫だった？本当に熱も出ず、咳も出ず、全然コロナっぽいところはなかったんですけど、徐々に味覚と嗅覚がなくなりまして。やっぱ本当になくなるんだね。しかも治った後も2週間ぐらいずっと味がしない状態。後遺症が。そうなんですよ。今はもう全然味覚とか嗅覚も戻って、はい、そうなんです。ちゃんと自分のおならの匂いとか分かるようになりました。幸せです。おならの匂いはどんな匂いなの？なんで結構きつめの匂い。あ、よかった、元気だわ。元気です、はい、健康です。生きてるって感じするね。そうなんですよ。何を聞いてんですか？すごいカンペが出たよ。コロナですって言ったのに、じゃあ元気になったところで手袋芸をお願いします。どんなスタッフさんよそうですね、元気になったんで。元気になったら手袋芸ってどういうこと？ちょっと怪奇祝い的な感じで。初めてやるの？コロナ明け。そうですね、コロナ明け初。あ、手袋芸。じゃあどうかしら、コロナのね影響を受けずにできるのかしら。できるだろう。コロナになっても手袋芸はできるのかどうかっていうのをここで見せれるのね。なるほど。いや、なんかすごいナチュラルにやってるけど、肺活量使うからさ、みんな知ってるこれ。ちょっと待って、これむいちゃん、ね、大丈夫ね、来て早々これするってどういうこと？すごい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 。あー、ねえ、ちょっと待って待って待って。あー、ソーシャルディスタンス、ソーシャルディスタンスして。ねえ、待って待って。あー、怖い。アクリル板でも怖い。すごいすごい。ねえ、起きる、起きる。はい、はい、じゃないよ。元気になりました。むいちゃん完全復活。復活。コロナに勝った。勝ちました。すごい肺活量だ、変わらずよかった。できて何も衰えてないじゃない。はい、もう鼻水グダグダなんですけど、すいません本当に。ちょっとね、隠してもらって、そこは。ありがとうございます。すごいね、うん、これじゃあ
すみません。2ヶ月あったかかってまだね。2ヶ月ぶりにやりました。え、みんな知ってんのこれ見てる人。確かに。突然来てさ、女の子バッて突然来てさ、そうよね、いきなり手袋かぶりますとか言ってさ、そんな番組ある？いや、知ってんじゃない。でもスナック梅子を見てくれてる時点で。そっか。一応むいちゃんほら、メンテナンスのメンバーだし。そうですよ。ねえ。まあこういうことやってます。ここのブロックは。そうなんですよ。逆にさ、コロナ期間中に他になんか特技を取得したみたいな、そういうのはあったりするの？あ、でもあの免許取って1年経ったんで、あの若葉マークが外れました、この期間に。車の免許？そうなんです。でも運転してる？運転します。逆に今日も車で、電車が怖いので。あー、そっかそっかそっか、車移動になりました。逆にじゃあ取っててよかったね。そうなんです、かなりありがたいです。運転はあれなの？ちゃんとしっかりできる方なの？ちゃんとしっかり、なんかこうちゃんとしっかりできる。でもあの自分家の駐車場がめちゃめちゃ狭くて、毎日うっすらこすってるんですけど。やめて。毎日うっすらこすったら、うっすらこす。10日後にはだいぶこってりこすってるよ、それ。そう、一回直しました。一回修理してまた削ってる日々です。車幅むずいよね。そうです、めっちゃ狭いんです、本当に。駐車って難しいよね、確かに。神経ないからね、通ってないからね。そうなんです、全然わかんないです。なるほどね。あ、どんどん来るのね。あら、あら、うわ、久しぶりだなあ。じゃあ自己紹介してもらった方がいいかな。そうね、久しぶりじゃない。せーの、私たちは愛と勇気と魔法の乙女、純情のアフィリアです。よろしくお願いします。すごい、1年ぶりだ。はい、そうなんです。本当に毎年このティフでしか会わない、はい、そうだね。でもこのティフで毎回来てくれるアフィリア、はい、そうなんですよ、呼んでいただき本当にありがとうございます。ね、あんまり衣装の感じも変わらないんだね。あ、そうですね、ずっとやっぱティフはこの王道衣装で着ています。 あと、はい、すいません、個人名忘れちゃったんで言ってもいいですか。改めまして、寺坂由美です。由美ちこと寺坂由美です。由美ちって呼んでください。よろしくお願いします。はい、ラーメン大好き葉山かなです。よろしくお願いします。お願いします。めっちゃ反射してる、顔めっちゃ反射してるけど大丈夫かな。確かに。あ、ちゃんとね、フェイスシールドしてます。自己紹介で、はい、あのスナック梅子、今日は決まり事がありまして、はい、自己紹介した後に手袋を割るっていうことが、なんか今日決まり事らしい。あの、みんなの元気を確認するために、うん、マジですか。そうなんかね、そう、いただきます。何にでも勝てるみたい。どっちがやる？どっちがやる？ラーメンの威力で。先輩どっち？同期なんですよ。あ、同期なんだ。でも人気はやっぱかなちゃんの方が上なんで、うん、すごい、あのトークがもう素晴らしい。手で今ボンボンやられていいんじゃない。じゃあもう全員受け取ったから。これを どうするんですか。かぶる。かぶって。普通に言ったけど、これ、それ取ってカチューシャも取ろっか。ほんでさ、いや、もう終わりです。あ、じゃあもうどうなってもいいよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。今日も一日お疲れ様でした。打ち上げみたいなもんだね。そうね、うん、かぶる。で、鼻の結構伸ばしてかぶる。鼻息で膨らますらしいよ。いけるいけるいける、頑張れ。そうそうそう、なんかね、コツはむいちゃん、後頭部からすりつけるようにこう打ち込む。後頭部からすりつける。なんかさ、うまいねえ、顔かぶる前の顔よ。ねえ、なんで本当に頭がちっちゃいんだと思います。ちょっと待ってよ、普通に。待って、むいちゃん、何と思ってんの。本当に、全然。ちょっとやってみようかね。これ、こっちがいるんですかね。いや、わかんないんだけど。後頭部からすりつける。そうです、後頭部をこう、すりつけても。あ、さすがです。さすがです。なぜコツを知ってる。あ、そうかそうか。え、うわされましたね、一番やっちゃいかんやつは。これだから被る時点で難しいんだよね。もう、そうですよ。確かに相当技術ね、いる。確かに。そうですね。なんでですかね。コツはもうちょっとなんかこう細かいコツある。いや、でもなるべく本当にこう爪立てちゃダメだね。そうですよ、爪立てないように。爪を立てずに後頭部からスルスルスルって、スルスルスルって。何個持ってんの、むいちゃん。すごい、全然す。お、粘る。頑張れ頑張れ、粘る頑張れ。これ見てる人どういう気持ちなんだろうね、今ね。これ成功するまで帰れないぞ。
ごいね。でもみんなやっぱ何気に楽しみにしてるからちょっと頑張ろう。みんなできるかなってなってるから。おおおおおお、いけそういけそういけそう、頑張れ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 、そう引っ張って引っ張って下に、そっから引っ張って、冷たてちゃダメよ、冷たてちゃダメよ、いいいいいい感じいい感じ、めっちゃうまい。あ、でも髪にピンがついてるから破けちゃうかも。なんでピンつけてくんのよ今日に限って。おしゃれだよ。そっか。めっちゃうまい。でも頑張って、鼻まで鼻まで鼻まで、あとちょっと、あとちょっとだよ、あとちょっとあとちょっと、それ一番ブス。そう、あ、できたできたできた。そっから鼻で、そう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 、鼻で鼻で空気を、そう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 、あいやいやいや、あいやいやいや、いいできたきたきた、あ上手だわ、上手だ、惜しい惜しいよ。いや、いけそうだったよ。いや、鼻息の全然足りないです、うん、割れる気配ない。いや、だから相当肺活量いるね。しかもすごい今のでいろんなものを失った気がします。本当にこう大丈夫かな、アイドル続けられるかちょっと。いやー綺麗に大丈夫だよ。続けはできるけど取り返せはできない。ちょっとこれまだ破れてないんで、あの持って帰って練習します。ちょここに入れておきます。すごい向上心が素晴らしい。さすがのアフィリア。入れておきます。あ、すごい、どんどん来るのね。どんどん来る。なんこれ、アフィリアちゃんとまだゴム手袋でしか会話してないよ。そうだよね、全然この1年分の会話何もしてないよ。とりあえず、うん、あらー、あー、お久しぶりです。やっほいやっほい、やっほい、やった。あ、自己紹介お願い。あ、はい、可愛いだけじゃ物足りない皆さん、大人の遊び場ようこそ。プレディアです。沢口恵子です。やっほいちゃんコロピー前田ゆうでござる。シュ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 、お願いします。慣れてる。嬉しい、来てくれたの。来たんです。プレディオは今日はあの本番やって、ホットステージとロフトステージやって、うん、で終わって着替えて速攻来ました。嬉しい、嬉しい、会えた。久しぶりじゃない。そうなんだ、梅子大丈夫。距離が距離感、距離感難しいから。うん、難しいね。難しいから2年ぶりぐらい。そうですよ、去年ね。そうだもんね。うん、うん、そうですよ。なんか梅子と言ったらプレディアのところがあるかなって思ってたんだけど、うん、いや思ってたよ、思ってた。呼ばれないから、あれ、そう、呼ばれなかった。違うよ、一回来た人はもう呼ばずに来るっていうスタイルだから。確かに、自主的に来てくれたのが嬉しいね。こっちとしては逆になんで去年来なかったんだろうってぐらいの気持ちだったもん。本当ですか、うん、寂しかったって。もう毎年、来年もじゃあ来ましたね。え、もう何だ。プレディア大人の手袋やってみる。え、大人の手袋。大人の手袋。大人の手袋。何もセクシーじゃないよ。大人の手袋。何なんこれ。さっきちょっと見てた。あれでしょ。膨らんでたやつ。そう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 。膨らんでたやつ。結構難しい。あれ、そう、鼻水出ないんですか。でもチャンコロピー顔ちっちゃいからさ、いけそうじゃない。いけ、どう。でもチャンコロピーね、シュ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 って。ものすごい花粉症。チャンコロピー。フェイスシュールド。すごい馴染んじゃってるから。鼻水出たら恥ずかしいね。いいよいいよいいよ、拭けばいい。鼻水が出たら拭けばいい。フェイスシールドしよう。うん。お、え、うまい、うまい。顔ちっちゃいんだよ。顔ちっちゃいから。さかちゃんはいいんじゃない。鼻に、そう、鼻のとこまで持ってって。あ、いけたいけた、すごい。あ、すごいすごい。早っ。ね、でも肺活量、肺活量が。肺活量、あのちゃんとさ、シューイーンって感じで。そう、空気、空気が漏れ。大丈夫大丈夫、何も膨らんでないから。絵面がすごい。空気が破れちゃった。そうなんだ。すげえスーパーサイヤ人みたいになってる。進化したね。破れちゃったじゃん。そう、これ破れずやるの難しいですよね。え、でもすごいね、スルスルって入ったね。早かった。鼻水出るかと思ったよ。なんか飲み込み早すぎてあっという間に。ちょっとこれ楽しかった、しかし。え、本当。じゃあそれ、あれ持って帰っていいよ。どうしたらよかったんだろうね。いや、でもかぶれてたんで、あとはもう破れたらどうしたらいいんですか。破れたところをこう手でカバーしながら。あ、そうなんだ。じゃあ、あとそうすればよかった。やり続けるんだね。やり続けてる。すごい、それはやり続けるべきなのね。これでもできたところでどこで得すんの。そうですね、たまにこう宴会芸として盛り上がる。はい、なるほど。すごい、みんなちょっとじゃあそれぞれのコロナ禍中のお仕事のこととか、はい、そろそろ落ち着いて聞いていく。いまずじゃあ、ういちゃんは
むいちゃん、はい、どうだったの？結構イベントとかがやっぱできなかったので、うん、それこそショールームを使って、うん、オンラインイベントみたいな感じでやってました。遠隔でお酒いただいて自分家で自分で作って飲むみたいな。え、自分家で？自分家でやってました。お酒のイベントなんだ。じゃあズーム飲みみたいな感じの。そうですそうです。課金してもらった分でお酒を作って飲むっていう。なるほど、久しぶりに聞いた。すごいね。ありがとうございます。え、逆にじゃあその課金でさ、コロナ前とコロナ後で収益どうなの？いや、もちろん実際のイベントの方がね、お金になるんですけど、でも、まあ、ね、持続化給付金のおかげでなんとか生き延びてます。あ、ね、大事よね、ありがたかった。そういうので本当にね、はい、ありがたかったです。いや、そうよ、アイドルってなんか 華やかなステージに立っててって見られがちだけどさ、意外とみんなシビアな生活してるのよね。本当に給付金あとどれぐらいもらえるんだろうとかもうずっと考えてたもん。もうね、港区女子が羨ましいと思ったもん。すごく違うんだっけ、国よって。わかんないけど。でも国よって違うもんね、区からの補助金とかもあったりするから。あるとことかありますね。あるよ、みんなすっごいうなずいてる。めっちゃ調べますもんね。アフィリアはどうなの、やっぱイベントとかも。あ、もう全くなくなったんですけど、まあ、フィリアもそのオンラインのやつが多くなって、うんうん、で私は完全にあのオンリーファイブっていう、うん、あのなんかこう写真にメッセージを書いて送るっていうサービスがあるんですけど、うん、もうそれの職人になってました。もう何すんの？そのだから自分でなんか自撮りを撮って送って、それをファンの人に、ファンの人が2000円で買うんですよ。で、そしたらそこに、うん、あのなんかこうメッセージを書いて送ってあげるっていうサービスがこのここでできて、うん、でそれをそのまあ運営の人がまあやってねみたいな感じで言われたんですけど、うん、もうそれでしか収入がないから、もうマジで本当にライブもないから、もう毎日毎日もう書いて、でもなんかやっぱ毎日あげると飽きられちゃうんですよ、うん、だからなんかすごいなんかいろんな衣装を着てみたいな、家でコスプレして自撮り撮って載せて買ってねみたいなのずっとやってました。私は。うわ、大変。そうなんだ。嬉しいのかな、やっぱ。いや、でもまあ試行錯誤しながらね、かぶんないようにいろいろやってくれたりすると、今までやってなかったんだもんね。やってなかったです。へー、まあまあまあ、かなちゃんは？私もオンリーファイブやったり、あとショールームやったり、あとチェキチャっていう、うんうん、チェキチャ、はい、あの自分は映像で、お客さんはチャットで、うん、なんかおしゃべりができるみたいな、うん、はぁ、い、そんなのもあるんだ。いろんな茶があるね、ね、いろんな茶があるね、本当に世の中にはやってましたすごいね、はい、もうそれで、うん、そうですね、やるしかなかったですね。じゃあもうグループ自体もみんなで集まるとかはやっぱもうあんまなく、なかった。本当に丸2ヶ月ぐらいレッスンとかもなかったんですよ、うん、あ、そっか、うん、レッスンもそうだよね。で、本当になんか家で何していいか毎日分かんなくて、うん、もうずっとテレビ見るって、ネットフリックス見るとか、なんかそういう遊びしかできなかったです。はぁ、はい、そうだよね。なんか逆になんかコロナ禍中にこれできるようになったとか、そういうのはないの？あ、いいね、プラスな。あ、なんかルービックキューブ練習して。最高じゃん。すごい、そんなの聞いたことない。ルービックキューブ何？ルービックキューブを、まあ、あのとあるテレビの企画で、うん、あのやなんか1ヶ月の宿題みたいな感じで出されて、うん、あの やりました。でもどうだった？一面しか揃えられない。一面しか普通よく今言ったね、それを。いや、なんかゆみちゃんが、いや、でもなんかずっとやってたんですよ。なんか結構ゲームしようって誘っても、ちょっとルービックキューブあるからごめんとかって言われて、うん、あ、そっちかみたいな、それはもうそうかみたいな。結構難しいんですよ、ルービックキューブ。いや、難しい、はい、できたらまあすごいけど、はい、一面はできるようになったんだ。できました。はあ、え、プレディアは私たちもまあ家にいなきゃいけないときは配信したりとか、うん、もうお酒飲みながら配信とか。やっぱお酒こそそうだよね、大人な。そうなんですよ、だから記憶ない間に配信されちゃったみたいな。え、何？記憶飛ばしちゃうんです、やめな、それ、配信中に。そうそうそう。どんだけ飲んだの？4時間ぐらい。
え、それってさ、プレディアのみんなで飲むの、うん、それともケイタンと、あ、プレディアみんなのやつもやったけど、うん、ケイタンは特にあのアカネンと2人でインスタライブを毎週金曜日やってるよね、うん、そう、毎週金曜日にこの日は飲もうって決めて、うん、お酒買って、うん、飲み始めるんですけど、うん、気づいたら記憶ないやばい、それ大丈夫で、残るんでしょ、映像とか残るのよね。あ、そうなんです、でも最初はアーカイブ残してたんですけど、うん、もうちょっと顔もやばいしマイナスプロモーションだなと思って消しました、全部。え、どうなる、どうなるんだろう、どうなんだろうね。いや、何を飲んでるの？それの時は私は緑茶杯飲んでて、でそのアッカーネはいろいろ飲んでますね。でも焼酎が多いです。すごいよね、しかし何でも言っちゃうもんね、あれ。そうそう、気に入ればいいでしょ。生配信で記憶飛ばすはもう事故だよ、もう。そう、事故だよ。あんたも危うかったよ、最初。本当？スナックメコの最初だよ。最初ね、お酒ありでやってたのよ、本当に。やってたね、確かにスナック。あー、懐かしい。スナック梅子、最初お酒本当にあったんだよ。そう、あってさ、酔っちゃってさ、そうそうそう、酔っちゃってね、マイクにほっぺたつけるだけの配信だったの、ずっと。そうそうそう、そう、危ないね。確かにね、なんかほどほどにしないと。そうね、ほどほどにしなきゃだけど、うんうん、でもそれはそれで楽しいから ね、でも普段見れないじゃん、ね、だって、ね、イベントはさ、ライブ行ってで、みんなの仕事っていうモードの時のみんなしか見れないから、うん、逆に貴重っちゃ貴重だよね。しかもなんかあのコロナ前よりもコロナになってから配信とかなんテレビ電話とかするようになって、うん、めっちゃ近くなったファンの方と。あ、そう。なんか前よりあの地方の方とかも含めたら、うん、顔を合わす機会が増えたから、うんうん、超友達みたいな。今日何してんのみたいな、ね、でも逆になんか距離感間違えてくる人いません？なんかあれちょっと待って、友達みたいな感じで、うん、なんかえ、なんかリプしたのに全然見てないじゃんみたいな、うわえみたいな、全部なえ、そんなとなんか LINE したのに見てないみたいな雰囲気で、うん、既読するかよみたいな、なんか距離近くなったせいでっていうか、あるんだ、あー、でもありそう、なんとかしたじゃんみたいな。確かにね、ちょっとファンの人たちもちょっと分かんなくなってきちゃうもんね。難しいね、そう、確かにあるけど、そういう時の対処法ってどうしたらいいんだろうね。どうしてる、逆にそういう時は。じゃあ私うざいって言います。まあね、大人だからね、はっきりものを言おうね。大人は言えるよね、そういう人嫌いだなって言えないもんね。そう、お酒飲んでるから言えてるとかじゃない。確かに基本飲んでるんで、そうかもしれない。え、今日は今日はさすがに、今日はシラフ。そうそうそう、若い子のやっぱ目標にならないといけないから。え、そうなの、プレディアってそうなの？え、そうですよ、切り開いてるんですよ、どんどんこう上の年齢制限の上をどんどん打開して。プレディアってでもあれだもんね、結構卒業して、私たちの知ってるプレディアとはまた違うよね、うん、今ね。結婚とかしちゃったんで。あ、そうだよ ね、だってゆずかちゃんとかも、うん、ベイビーもいるじゃない。そうなんです。知ってるわよ、インスタで見てるからよく。ベイビー、ね、うん、もうなんか幸せそうな写真をいっぱい載せててさ、ベランダにプールがあって、うん、すごいよね。プレディアの子たちのインスタすごいからね。ほんと港区女子よ、あの子たち。いやいや、林ゆずかだけでさ。ほんと、そうなの。うん、え、チャンコロピーはどうなの？うん、何の話？コロナ禍中は。あ、コロナ禍？うん、コロナ禍なんか楽しすぎて、うん、それこそ配信であのファンのみんなとは会えるし、うん、あと、チャンはゲームを始めて。うん、何のゲーム？え、何？スプラトゥーンとかケイタンってよくオンラインとかでやったり、うんうん、あと何だったっけ？あれやってたよ。つむつむ？つむつむも超やった。あつ森も超やったし、あつ森やってたんだ。あつ森やってた人。だよね。はい。うわー、半分半数ぐらいだね。やっぱ多いんだね。うちのメンバー8人いるんですけど、1人以外全員やってました。うん、あ、そう、はい。じゃあみんなでやっぱこう一緒にやってたの。そうですね。みんなの姉妹って。本当にみんな誘ってた？本当に全員集まってた？いや、でも、うん、本当に。一人だけやってないやつがいて、うん、やつってか、なんかみんなで買おうよって言って、もっと仲良くなるしやろうよって言ってても、なんかやらないって言って、なんかあつ森やってる自分嫌だみたいな感じですごい言ってる子がいたんで、なんかハバにしてました、みんなでやろうとか言って。はい、ってぐらい。でも本当にね、ずっとマネージャーさんもすごい好きで、よくなんかお金ちょうだいって言ってもらいに行ったりとかしてました。
はあ、あつ森の中で。あつ森の中のやつで。そう、みんなやってたよね。私もやってないからちょっとわかんないけど、いろんなとこからね、あつ森やってますみたいな感じで配信してたよね。逆にスナック梅子の趣旨としてはみんなのお悩みを聞くっていうものだったんだけど、なんかこうコロナ禍になってなんか悩みとかなんか生まれたりした？今日ポジティブだよね、みんな。みんななんかね、いろいろ新しいことやったりとかして、それぞれ楽しんでる感じもあるけど。はい、どうぞ。あります。いいですか？なんかコロナ禍になってやっぱそのライブがあのなんだろういっぱいできなかったりとか、人数制限があったりとか、そういうのもあって、うん、なんか多分売り上げが落ちてるのか、うん、なんか売り上げを作れって圧がすごいんですよ。いや、本当リアルになんか生々しいやつすごい。あの私たちそのメンバー8人いて、なんかそのネットサイン会とかやった時に、うん、それぞれが何枚予約枚数したなんか予約あのファンの人に買ってもらったかとかの表とかをなんか貼られるんですよ。でなんか少ないから頑張れみたいなのを個人ラインとかでなんかチクチク言われるんですよ。え、それはコロナになって？なってからすっごい厳しいんですよ。うわー、厳しいね。でチク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 言われて、うん、はいって言うんですけど、うん、なんかまあ今最近ちょっとずつイベントがこう増えてきて、うん、もうそろそろいいんじゃないかって思ってるんですけど、うん、なんか続いてるんですよ。なんかそれがデフォみたいになってて、だからそれをなんか前に戻してほしいんですけど、なんかどうしたらいいんだろうと思って。これちょっとリアルなんですけど、それは ね、 まあ、ねもう大人の問題やからここでは知らん。こればっかしはだって、もうどんね、もうどんなさそうじゃない？どっちも大変じゃないんですかね。だってそう、どっちも悪くないもん、うん、どっちも大変なんだもんね。だって大人も大人で、だって運営を続けるためには、うんうん、実質やっぱり売り上げを、うん、出していかなきゃ。でも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 、そのさっき言ったなんかネットのオンリーファイブとかなんかそういうので、うん、私たち多分そのコロナになる前よりちょっと稼いでるんじゃないかってぐらい、すごくちょっとやってるんですよ。すごくない？本当にすごい毎日やってるんで、うん、だけどなんか逆にまたそれが当たり前みたいなラインになって、うん、チク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 やってチクチクつつかれるんですよ。それはそのアフィリア の、 あの魔王の方が、ああそう、魔王の手下、うん、魔王の手下か。手下、魔王がいて、うん、魔王は割とな寛大な人なんで別に何でもいいよって言ってくれるんですよ。魔王寛大なの？あ、すごい寛大です。あ、そうなんだ。なんで魔王って呼ばれてんの？まあなんか最悪魔王になんだろうお願いすれば別にいいよって言ってくれるかもしれないんですけど、うん、そのなんかやっぱ手下の人はじゃあやっぱちょっと数字と追いかけてるのか、うん、結構すごいなんか今度ツアーやるんですけど、うん、ツアーの衣装もなんかお金ないから、うん、なんか布一枚でみたいな感じとかですごい言われるんですよ。まあ、でそういう感じでチク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 毎日刺されてるんですけど、うん、なんかどう対応していいかっていうか、なんかそれを変えたいんですよ。でも結果的にさ、布一枚でさライブさせてくれるんでしょ？個性的なグループになるよ、ね、いいじゃない、布一枚 で、 アイドリングだってあのなんか原始人みたいな衣装そうよ、ファンの中でもあの衣装カラフル原始人って言われたぐらいのとりあえず衣装あったからね。色はついてんの？そうよ、切っただけみたいな。話題になるようと思って言ってくれてるんですかね。ポジティブに変換しろ。ポジティブ、そうよ、もう見方次第よ、もうそんなの全部いいじゃない、あのライブできるだけ。確かにそうですね。そうよ、それでもうなんかライブもできません、はい、もうアフィリアの活動もできなくなりましたってなるよりも、布一枚でライブできる現状の方が幸せじゃない？そうそうそう、アイドルだから可愛い衣装着たいな。あ、そうかそうだね、それこだわりあるよね。アイドルだから可愛い衣装は着たいのか、ね、うん、全然なかったもんな。え、逆にさ、じゃあ分かった、なんかプレディアとかにお下がりもらったら、めっちゃうちいいです。めっちゃ、ね、なんかセクシーですごい大人っぽくて、アフィリアなんか本当にちょっとバカみたいな衣装しかないんで、めっちゃいいのちょっと自分で言うのよ。なんかフリフリリボンつけてみたいな。もう本当に嫌なんだね、そのコンセプトが。開花しちゃってる。めっちゃ着たい。え、プレディアの余ってる衣装とかないの？うん、うちメンバー4人卒業して1人しか入ってないんで3枚分ずつ。じゃあもう人気のある子、人気のある子3人だけプレディアの余った衣装もらえる。やったー、やったー、あ
ありがとうございます。ありがとうございます。あのマネージャーさんに成立しちゃった。マネージャーさんに確かに、あとその3人に選ばれるためにちょっと頑張ります。そうよ、はい、選ばれるにはやっぱり売り上げを伸ばしてほしい。ダメだから結局売り上げ、結局売り上げが全てです。結果が全てです、はい、頑張ります。ありがとうございます。どうプレリアの2人とかは、うん、悩みですか？なんかあったりする？体がきつい。え、どういうこと？もう体がしんどくて。待って、何歳？私29です、今年。29か、はい、ヒャオロピー31、同い年なんですよね。え、同い年じゃん。そうだよ、同い年だもん。そうそうそう、やだね。31だよね。え、待って、最年少は何歳？最年少は新メンバーが入ったので、もうガッとね。うん、でもずっと最年少だったよね。そうそうそうなんですよ。そうなんだ。そうなんだ。で、最年長が何歳だっけ？32です。ほう、え、そのメンバー募集はまだしてるんだっけ？メンバー募集は一旦その新メンバーが入って、そうですね、うん、まあしかし、ね、随時いつでも受け、なんていうの、受け入れ体制はあるので。あ、そうなの？ぜひぜひ。え、その条件って何？一応元アイドル30歳以上っていう条件。30歳以上で、でも入ったのは20歳の子が入ったんですけど。条件と一致しないんですか？どういうことですか？そう、可愛かったんで、ね、入れたかったんだよね。そうそうそう、その辺ガバガバなんで。元アイドルの24歳元アイドルでもないです、入った子は。もう何の条件も満たしてないじゃん。何なの？1個も当てはまらない。え、でもじゃあちなみにここ2人は入れるんだじゃん。 あ、そうだ、入ってください。え、ぜひ。やだ。なんでなんでなんで言ってる。え、いやだって。え、そう、サカッチどう？入る、うん、入って何したらいいの？じゃあ、そう、何したらいいの？入ったら、プレニアに入ったらどんないいことがあるか教えて。あ、教えて、プレゼン。うん、ね、キラキラな衣装を着れる、うん、着たい、うん、え、どれぐらいの露出？あ、露出は個人個人。そう、一人一人選べます、うん、露出は。どうやって選ぶの？なんかでかい子とか、そういうこと？なんかこうセクシーな子みたいな。おっぱい大きい子はおっぱい出すとか。そういう感じか。あ、そういうの決まってんだ。一応なんか希望性みたいな、うん、聞いてもらって。あ、希望性なの、希望聞いてそっから作るってこと？うん、そう、希望と、あとなんか衣装さんがこういうのはどうで、もう大体決まるよね。あ、じゃあ2人の衣装も2人の希望を聞いての衣装ってこと？うん、そうです。だからちゃんはずっとお腹空いてます、布の。はー、いいね、うん、ウエストに自信あるんだ。おっぱい出せないからここ出しとこう。なるほどね、いいね、いいね。え、ちなみにどういう衣装？私大体オフショルですね。肩出したくて、肩だけ。はー、酒飲む女って肩出しがちよね。そういうイメージない。しかもちょうどうちらがこの間出した新曲が港区女子の曲出したんですよ、うん、もうまさにじゃん、プレディア。そう、そっちか。イメージ通りだねってよく言われます。はぁ、すごいね。めちゃくちゃ港区女子勉強しすぎて、もう今港区女子になれる可能性がある、うん、港区女子ってじゃあな、何、どういう女子なの？え、なんかキラキラしてるんでしょ？いや、もうとりあえず服装からもう始めたよね、うちら。え、それ私服からってこと？ミュージックビデオ、東京マドンナ、今回私服、うん、衣装以外のサブ衣装は全員私服で、うん、登場するんですけれども、しかし港区女子っぽい服みたいなのをみんなで検索して、うん、自分の持ってる服を寄せ集めて、へー、超港区女子感が。ピタピタのニットに、うん、すっごい細いタイトスカートにピンヒールみたいな。はぁ、とりあえずノースリーブ。はぁ、見せますんだ。男受けしか選びませんみたいな。それみんなさあ、うん、楽しんでやってんの、プレリアの子たちは。なんてこと聞くの？いや、だって港区女子をさ意識してない子もいるじゃん。だって全員が全員港区女子に憧れてるわけじゃないじゃん、うん、まあでもコンセプトがそうなんだよね、うん、きっと。そうですね。でも大人アイドルだから結構恋愛の曲とかばっかりなんで、うん、でも今回はまあ幸せな方だったんで良かったですね。そうですね。大体不幸な、報われない感じが多いんで。多いよね、アイドルが多いんだ。なんでなんですかね。わからん。報われない曲が多い、アイドルは。うん、そうかな。なんか思うよ。成就しちゃいけないのかな、やっぱりね。え、みんなもそう？そうなんですか？私たちはファンとアイドルの恋愛みたいなが多いですね。妄想系ね。え、本当にいるんですか？え、何ですか？恋愛してる方。あ、そういう曲を歌ってます。あ、歌ってるだけ。そうなんですよ。でもなんかちゃんとアイドルの設定とあのファンでもう何曲かあるんですよ、面白いね。夢を与える曲だ、うん、え、
え、そんなことあるの。プリディア、そろそろお時間です。港区女子だから別にもう12時超えてもいけるっしょ。いや、ちょっと港区で飲み会あるんですマジか、もうリアル港区だったわじゃあなんかあります最後に。あ、港区女子の曲がミュージックビデオ東京マドンナプレディアで検索していただけたら、うん、YouTube の方に上がってるのでよかったら見てください。よろしくお願いします。ティフは残り2日間は明日います。お、明日もライブがある、はい、ライブがあります。お、はい、スマイルガーデンとスカイステージ。うん、お、2回、2回あります。大変だね。そう、前までマッサージあったのになくなっちゃったから。あったっけ、すごいしんどい。あったっけ、あった、あった、あった、ありましたよ。タナでやってくれるやつ。え、あった。そう、ありました。 A ネーションじゃない、うん、違う、ここティフ。うそ、え、ないよね。ありましたよね。ありました、ありました。私知らん。1回になんで教えてないらしい。解禁なんだけど11年間出てんのに知らなかったよ。だけどプリクラ、今回もプリクラだけはありましたよ。あ、プリクラ、うん、プリクラ、プリディア全員撮りましたから。あ、すごいね。目めっちゃ大きくなってね、超モレモレでね、モレた漏れた。いいと思います。よかった。明日もスナック梅子やってるから。うん、あ、え、ぜひにご希望であればもういつでも、うん、お待ちしてるから。え、何時までやってるんですか。決まってない。21時9時まで。あ、そうなんだ。うん、これそうだったら、ね、うん、来て、待ってるわ。やばい、また、うん、待ってるわ。待ってます、お願いします。ありがとうございました。プリディアでした。ありがとうございます。またね。バイビー。ありがとう。ちゃんころぴー、あの手袋を持って帰っていいよ。いや、癒される。大事にして。癒されるわ。バイバイ。バイバイ。いいね、同い年。いやー、かわいかった。ゆっくり聞いていこうか。そうだね。大丈夫ですか。あれ、来る。かわいかった。一回消毒タイム。消毒タイム必要ですよ。消毒タイム徹底してますからね。すごいですね。いや、大変ですよね。すごいよ、私出てるんだもん。コロナ禍になってイベントとかそんなに参加してないからさ、やっぱすごいね。いや、ちゃんとしてるよね。あのステージ、あの出たんですけど、うん、ステージもこう消毒してるんですよ、うん、地面、その触ったりとか、まあ正直しないじゃないですか、あんまり、うん、でもすごい徹底して、あのモップでこう消毒してるの見て、まあね、すげーって思いました。地面までって。からじゃね、もう遅いからね、うん、だからもうスタッフさんたちありがたいですね、うん、ねー、はい、本当だよ。記念すべき日だよね、今年ね、はい、あと私あの TGIF ってあのグラビアのなんかその水着のチキのあのサイン会にも出演させていただいたんですけど、スタッフさんがチキ取ってくれるんですけど、うん、もうやっぱ全員フェイスシールドとマスクしてみたいな。それで写真撮るの。あ、そうなんですよ、チキ。え、だからなんか ね、ここでこうやって覗くから、ね、うん、すごい撮りづらいのに、もうすごい本当だよね、やってくださって、合ってんのかなって感じだよね。いや、本当そうですよね。多少ずれてても文句言えないよね。フェイスシールドしてるからしょうがないよってなるからね。私正直2枚ぐらいブレてるやつがあったんですけど、でいっぱい複数買ってくれた人のところに混ぜて入れておきました。すって仕方ない、みんな一生懸命やってるのよ。でも本当にすごいなって思います、あのなんか徹底してるの。はあ、じゃあ今日水着にもなったんだ。なりました。いろんな企画がある、ね、3着着ました。え、むいちゃんはもう全くティフは参加何もしてないの。全く何もしてないです。去年もこのメンテナンスでだけ来たんですけど、うんうん、踊ってもないのに私マッサージやりましたよ。なんでよ。歌っても踊ってもないのに。あれは頑張った人しか受けれないのよ。ちょうど空いてたんでちょっとお邪魔しちゃいました。ただだから。そうなんです、ただだから。いや、でもね、それでも来てくれたことに、はい、ありがとう、感謝よ。本当に来ちゃいました。手袋がね、メインでね。手袋要因でオープニングで終わっちゃった。手袋要因とかあるね。手袋めっちゃ、うん、匂い残ってません。そうなん、ゴムの匂い。私これしてるのもあるからか、ずっとゴムの匂いで。いや、でもそれは素晴らしいこと、健康です。素晴らしい。匂いを感じる、匂いを感じることで健康を感じてください。すごい、一生ここでゴムの匂いが充満しててすごいことになってるんですよ。思い出の匂いだね。思い出になる。はいね。え、ライブ自体はどんな感じなの、今年のティフの。今年のティフのライブ、うん、え、だってお客さんは入れずに配信でやってるんだよ ね、はい、だからさ、その感覚は私たち知らないから、なんか違う意味で緊張しました。なんかお客さんがいる、うん、見てくださるのも緊張するけど、なんかカメラだとなんかすごい、うん、あのいいシーン抜かれたのに間違え
たらいけないなっていう、なんかそうだよね、映像でしか届けることはできないから、それで逆に緊張しちゃうっていうのはあるよね。しかもいつもより多分熱くならないと画面の向こうに届けられない、うん、本当だよね。だって煽りとかさ、やっぱお客さんがいるいないで超変わるじゃん、そっか、ほら、そうだよね、煽り担当、煽り番長、川村さん絶対無理だよね、恥ずかしくてできないよね。どうしてた、だってもし想像して、うん、もし自分が今年ライブするってなったら、うん、どうやって煽ってた、もう煽らないよね、怖くてね煽らないの、うん、どうせ座ってみてんだろうってえでもさ、やっぱ見てる人はさ感じたいから、その煽るやつもいくらオンラインとはいえやってほしいんじゃない、どうなの、ショールームをご覧の皆さん、どうやって見てんのかね、やっぱこうペンライトで見てんのかな、見てる時って一緒の、うん、あの、ね、T シャツ着てとかなのかな、サイリウムとか持ってくれてるんですかね、なんか特典会とかではそのなんかもう楽しすぎて飛んじゃいましたって言ってる人いるんですけど、うん、絶対嘘だろって思うんですよだって家で飛ぶことって絶対ないじゃないですか、何かそれ、何かしらそう、なんかツイッターで笑ってるって言ってるけど、うん、真顔で打ってるやつやで、確かにちょっと気になっちゃう、どういう風に見て、本当にリアルなの教えてほしいです、ね、本当の本当はどうなんですか、そうそうそう、皆さんスナック梅子だから、うん、いいよねえ、ちょっとちょっと煽りいらないねって言ってる人もいる、あ、飛ぶようだって、あ、飛ぶ、クラップはするときあるって、あーなるほど、手拍子とかはね、そうだね、ぶっちゃけ仕事してるとかでも逆にさ今まで仕事で行けなかったっていう人も見れるっていうメリットはあるよね、それ嬉しいよね、トイレとかで見れる、うんうん、ね、そうだよね、あ、でも一緒に歌ってるとかもあるよ、嬉しい、プラも作りながら見てるよながらにね、新しい形だよね確かに会場どっちに最終的に集中するんだろうね確かにプラモとアイドルのライブ見るのとどっちなんだろうね腕は振ってるとか、ペンライトは振ってる、振りコピーしてる、すごいね、ちょっとそれ見たい、その映像見たいね、遠征の必要ないもんねっていう、確かに確かに、まあ、だからね、交通費が浮いた分やっぱ CD 買ってほしいですねあ、そうだね、はい、その浮いた分で、はい、そっか、その物販もあるのか、あ、お酒は飲む、だからさ、お酒飲んでる人多いね、いい面も悪い面もいろいろあるけど、うん、自分の好きなことをしながら見れるっていうのはあるよね、確かにね、確かに、でも、こう見る限りだと結構反応してくれてる人もちょいちょいいるから、やっぱ煽りはした方がいいんじゃない、うん、煽りした、した今日してますね、あの、あ、なんかその、おい、おいとか、うん、おいなの、あ、まあ、おいとか、うん、あと、あれ、ずっと思ってたんだけどさ、おいと、あいと、ほいとか、何ほい、絶対ほいはないでしょ、今作ったでしょ、ほい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 、はい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 、実際なんて言ってる、煽る時さ、はい、アドレナリン出てくるさ、はいじゃない、あいとか、あいも言う人いるじゃん、言う、あれむずいよね、おいしか、おいしか経験したことないですね、おい、おい、はいとかじゃなくて、はいもないな、アイドリングハイだったよね、ハイ率高かったよね、はいはいはい、あー、かわいい、確かにアイドルだもん、多、はい、いか、多いだ、結構男らしいね、口悪いんですかね、メディアで多い映っちゃったかね、ファンの人たち、確かに、ちょっと口悪いのかも、かわいい、おいって言っちゃう、口悪いのかな、え、結構、はい、自分主導で煽る感じ、あ、違います、まあ、いろんな曲によって煽るメンバー決まってるんですけど、うん、へー、はい、まあ、香りっていう身長が高いメンバーがいるんですけど、が基本あおりとか、あとベールちゃんって、香りちゃん毎回来てくれてたけど今日来ないんだね、3日目4日のあさって、あ、なるほど、別れて来てくれるのね、はいはい、そうなんですよ、さすがフィリア、え、何年やってる、アイドル自体は5年、もうすぐ5年なんだ、はい、5年か、いや、私5年分知らないよね、でも私たちも、そうですよね、なんかユカフィンさんとか、ね、小姫さんとかの時代ですよね、5年経って変わった雰囲気とかあるの、はい、アイドルの、だってアフィリア自体がすごい変わったよね、そうですね、改名もしたし、うんうん、もう初期にいたメンバー誰も一人いなくなったんで、ね、うんうん、ガラッと変わってますね、え、ぶっちゃけどっちの方がやりやすい、はい、これ難しい、最初の感じと今のスタイルと、まあ、でも、まあ、最初は最初でやっぱ甘えられるっていうところで、そうなんですよ、うん、甘えられるからいいところだけど、あ、ね、うん、まあ、今は今で威張れるはぁ、先輩だぞみたいな、え、後輩との関係ってどんな感じなの、
あでも仲いい、ね、確かに昔の方がまだちょっとなんか上下関係とかが結構あって、うんまあ、さん付けだったりとか言ってたんですけど、うんうん、今は、うんあの結構本当みんな仲良しでグループラインとかで結構会話したりとかします。いいね、だから昔の方がなんか仕事は仕事って感じで結構きっちり分けてたかも。あプライベートで遊ぶとかはもう全くなかったんだ。もうないですね。えユカフィンとか実際どうだったの？なんかフィンさんは優しいんですけど、うん、でもやっぱ先輩だから、うん、絶対鏡前はユカフィンさんのために取っとかなきゃみたいな、うん、わかります？なんか楽屋とかでやっぱ普通に私たち机とかはなんならテーブルがない時とかもあったんですけど、ユカフィンさんにはもうライトのついてる鏡前はどんだけ遅く来ても開けとかなきゃって、うんうん、はあ、それをもし知らずにさ使っちゃってる子とかがいたらユカフィンどうなの？え、どうなる？でも怒りはしないよね。怒りはしないけどなんかもう雰囲気か、まあ、ちょっとあみたいな。はあ、でもあるよね、なんか一応先輩に鏡前は渡すみたいな、はいはい、あとお弁当絶対一番に選んじゃダメ、お弁当はもう年功序列 でユカフィン一番人気だから、うん、その時その握手会とかが一番長いんですよ、うんうん、だからその一部二部とかある時に一番遅くて早めに終わったメンバーから、まあ、時間ないから食べたいじゃないですか、うん、でもユカフィンさんまだやってるみたいな。待ってたの？待ってました。絶対でもこのパスタだったらいけんじゃないみたいな。ユカフィン絶対唐揚げでしょ。いやでも気分とかあるからさみたいな感じで絶対選べなかったですね。絶対待つっていうのが、うん、めっちゃユカフィンに気使ってるじゃん、ね、超気使われてるじゃんがあった、ね、でも、まあ、ユカフィン優しくて、うん、大好きなんでそれでも別に大好き、うん大丈夫っていうか本当に大丈夫大丈夫では、はい、大丈夫という魔法の言葉を使ってきました、はい、今では優しい、うん、優しい。え、普通に今でもプライベートでこう連絡やり取りしたりとかする？あ、てか会社にいるんですよユカフィンが。そっか、あ、そっか、今そのメイジスって私たちの事務所で働いているので、うん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 、本当会社に行くといて、はい、よくなんかお菓子とか渡されます。ユミ、はいとか言って結構あそう、チョコみたいな、今から出番なのにみたいな今みたいなある感じで本当に会社にいますね。結構自由な感じでやってらっしゃいます。すごい ね、ちゃんともう自分の次のステップにね、ユカフィンも行ってて、確かに、え、すごいかも。逆にそのムイちゃんとかはさ、はい、ずっとこうごめんね急に一人でこうやってるとこう体制どうしていこうみたいなのはもう常に自由な感じじゃん。まあ確かになんかグループもやめてからは一人が楽すぎてもうサボりっぱなしになってますね。やっぱり今は基本的に何が多いの？基本はもうイベントが一番多くて。それはライブとか？ライブはなくてなんかファンイベント、それこそスナックみたいなイベントやってるんで、うん、自分で主催していろいろこうタレントさんとか呼びながらファンを呼んでるみたいな感じなんです。そういうところではどういうトークするの？いやでもわざわざこうトークらしいトークはしないで、ただ酔っ払って絡むっていう感じです。ファンの人に？ファンに絡むっていう。絡む、はあ、じゃあもう本当に酒飲みイベントみたいな感じなんだ。そんな感じです。リアルスナックを目指してやってる感じです。はあ、でも本当に思うけどさ、元アイドルがそういうスナックを本当に経営するのって全然なんかリアルじゃない？でも今本当にお店を出そうってずっと思ってたんですけど、このコロナになってあ出してなくてよかったってめっちゃ思いました。今は大変だもんね。今すでにこのフェイスシールドをもう1000枚ぐらい入荷してたんですけど、なんか最近のニュースでフェイスシールド意味ないみたいなの出ちゃってマジかよみたいな、どうしようこの在庫っていう、家のリビングがもうフェイスシールドで埋まってる状態です。ぜひあの欲しい人買い取ってください買い取るんだ。お願いします。無料配布とかじゃないじゃない？無料配布じゃないです、買ってくださいでもこう落ち着いたら後にはそういうのをやっていきたいんだ。やりたいですね。行きたいです。確かにアイドルも集えそうだよね。働きたい、え、全然働きたいです。働く側？本当？はい、あれいくつだっけ？私年齢言ってないんですけど、あの成人してます。はい、成人はしてます。はい、成人してるからお酒は飲めるんだ。飲め、まあそうですね、はい、飲むの？あんま飲まないんですけど、うん、
飲めないこともないぐらいですね。たしなむ程度みたいな、はいはい、ぐらいな、まだなんかコーラの方が美味しいなぐらいなんで笑ってんの、なんで笑ってんのそうですね、なんで笑ってんの、嘘言ってる、嘘言ってた。ゆみちゃんも酔っ払うとすごいテンションがもう爆上がりするんですよ。だからそのゆみちゃんをぜひ見てほしいな。ぜひぜひうちの店に来てほしい。あとね、お店があるんで、うん、なんかお店で誕生日の時とかは、うんうん、なんかイベントでやっぱなんかちょっと飲まなきゃいけなかったりとかするんで、うんうん、そうですね、迷惑かけたこと何回かありますあら、迷惑かけちゃう系ちょっと迷惑かけてしまったことが何度かありますね。どういう？お家に送ってあの、まあ、シンプルに酔いすぎて、うん、一応営業終了した後だったんですけど、うん、なんかそのままエレベーターホールで寝て入っちゃったんですよ、で寝ぎりしちゃってマジでおーってなってて、そしたら、でも私も飲めないんで、その代わりに飲んでくれたっていうのもあったんで、はい、うん、入っちゃって、もうここ止まるみたいな、動い、なんか眠すぎて、でも動いたらなんか無理だって、しかも冬だったんで、なんかもうとにかくもう本当動けなくなっちゃうっていうか、もう眠さが勝っちゃって、だからお店でもう寝るから。もう全然鍵閉めて帰ってもらっていいんでここで寝させてくださいってずっと言ってたんですけど、やっぱなんか冬だから死んじゃうからダメだよみたいになって、でかなちゃんがこうやって担いで、かなちゃんとお店のその店長さんが担いで担いでエレベーターで、私こうやって出ながらあのタクシーまで行って、でその時なんかやっぱ寒いからコートを着せてくれようとするんですけど、ちょっと買ったばっかのちょっといいコートだったんで、ちょっとやっぱ履いてるから嫌だなと思って、それだけは本当に着せないでって言って、でこうやりながらタクシーにやられました。すって、失敗だね。アフィリアってさ、いいのそんなことまで言って結構言ってくれるよね。結構なこと言ってるよ、はい、うん、結構なことですか。めっちゃ笑ってるけど、いいのキャラクター的に。だってさ、歌ってることはファンと恋してっていうようなさ曲を出してんのにさ、ネゲロした話とか今されてんだよやだ、はい、ネゲロした後に秋葉原のなんか歩道のこの段差を枕にしてこうやってタクシー乗ってました、ね、あって、そんなやつと恋したくないすごいね、アイドルの現実って面白いね。あ、誰か来た、誰だ、誰、こんにちは、こんにちは、おはようございます。どうも、はじめまして、光って、はじめまして、あ、はじめまして、自己紹介お願いします。はいはい、私たちチュラです。よろしくお願いします。チュラです。チュラ、チュラの、はい、じゃあお名前もいい。はい、ピチピチピンク担当桜木ひなです。めっちゃ黒、ピンク、めっちゃ黒。はい、オトーパープル担当佐藤マリンです。ピチピチピンク、ピンクゼロなんだけど帰るとこで、あ、そう、帰るとこだったの、全然ピチピチだ、はい、声をかけてもらいました。私服なんだ、はい、あら、ごめんね、帰るところに。いやいや、ありがとう、わざわざ来てくれて、うん、ピンクとパープルってことは、はい、他にもいろんなメンバーがいるグループってこと、はい、そうです、7人組で、あ、7人組なんだ、うん、原宿系を、原宿、あれ、原宿系って前もいたよね。うん、いた。あれ来たことある？いや、違うグループだと思う。違う原宿系？結構いるよね、原宿系はいると思う。原宿系のアイドルってそんないるの？結構最近います、ね、激戦区じゃん、はい、流行ってる今流行りのどんなアイドルなの？BPM200 以上の曲を全部やってて。 BPM200 以上って何？なんかリズムの、ね、アップテンポな曲、ちょっと どんな感じの？なんでしょうね、ごめん、何も分かんなくて。えイエイイエイみたいなあれ今の BPM ピンク危ないよ、ピンクの、ピンク危ない、見たことで、じゃあ激しめの、そうです、ね、パフォーマンスとライブなんだ、うん、はい、そうです。そういう風には2人とても見えない、ゆるい感じだけどね、はい、何のピースそれ、何のピース、怖いよ、すごい、ね、気が抜けちゃって、あのパープルちゃんのパーカーマジで怖いんだけどヤンキーじゃん、絶対多分あの子多分ヤンキーだよ、うん、はい、地元どこ、湘南、大阪です。大阪、湘南、湘南決めつけ、いや湘南の人切るじゃん、ああいうスタジャンとかさはあ、お、え、ピンクちゃんは神奈川です。あ、ピンクちゃんが神奈川なの、はい、湘南の方、湘南ではない、横浜の方です。あらー、はい、落ち着いたおしゃれ街のところはあ、ちょっと笑い方こうしてて、ピンクちゃんなんか可愛いね、うん、え、おいくつ、
22歳です。22歳、はい、パープルちゃんは21歳です。え、全体的に若いのじゃあみんな。はい、私が最年長で。あ、そうなんだ。22歳が、はい、20代とかそういう感じ。え、グループ自体は結成何年くらい？3周年、5月で3周年でした。3年だ。はー、はい、どうやって集められた子たちのグループなの？オーディションですね。そりゃ分かるけどめっちゃキレられてるオーディションですね。それぐらいみんな通ってきたけどさオーディションを受けて。コンセプトだよね。コンセプト、どういうなんかこう、うん、アイドルグループでっていう。そう、確かに曲は早いけどその中身とか。あ、でもメンバーはなんか結構丸顔が多い。丸顔？丸顔の人たちを集めたグループなの。丸顔が多くて、うん、マネージャーさんが丸顔好きみたいな噂されてます。え、待って、マネージャーが決めてんの？メンバーも決めるんですけど、うん、メンバーも決める？ちょっと待って、謎すぎる、はい、え、どういうこと？メンバーもメンバーを決めるんですけど、メンバーはみんな同時じゃないんだ、じゃあ今の。あ、そうです。あー、はあ、ここは同期？違います。1年差で、私が初期メンバーです。あ、ピンクちゃんが初期なんだ。はい、はい、え、初期は何人いるの今？私しかいないです。あ、じゃあ初期の子はみんな卒業しちゃってってこと？そうです。何人卒業しちゃったの？4人ですね。はあ、その卒業した理由とかはそこは気になるじゃない。やっぱ方針がなんか目指す方向性いろいろあるもんね。いろいろあるんだ。あるのよね、どこのグループにもね、方向性の違いっていうのはね、生まれちゃうのよね。しょうがない。ピンクちゃんはもうこの方向性でもバッチリだったんだ。はい、もうまさにやりたいアイドル像で。ああ、そう。え、めっちゃ気になる。全然予想できないんだけど、どんなアイドルグループなのか。とりあえず、はい、早い曲で丸顔のグループ。そうです。あゆえおって言ってます。あゆえお、はい、あゆえおってライブで言ってます。全然わかんない。どんな衣装なのかもわからん。全然ピンク感ないからさ衣装もわかんないし。そう、結構戦隊っぽい感じの衣装を着て。あ、へー、はい、もうカラフルな感じで、うん、カラーがわかりやすい衣装を着て、うん、ガツガツ踊ってます。え、じゃあなんかアイドルって感じよりも、はい、ちょっとなんか攻めた感じの。あ、そうです。強い感じですね、うん、強いよ。強い。もうマジで大阪のヤンキーじゃん最近強いアイドル多いよね。強い系アイドル多いね、確かにね、うん、なんか令和ってそうなのかな。流行りなの、ね、自分たちも強い系のアイドルやりたかったんだ。うん、でもたまにはなんか王道っぽい、うん、だって後ろにはもうほら王道だけど、まあ、ネゲロもするけど王道のネゲロもするけどいいね、ネゲロもするけど王道アイドルいいね、キャッチフレーズ書く。王道って名乗っていいの？え、でも憧れます、こういう衣装ですか、ね、え、着てほしい。え、着たいです。結構フリー素材なんで。フリー素材誰でも着れます。着れるの？はい。はぁ、え、そのパープルちゃんも、はい、アイドルやりたかったの？はい、アイドルやりたかったんです。意外。何歳ぐらいからそういう夢あったの？中学生ぐらいですかね。単価なんだ今。大丈夫？強く？強く？え、どんな、その誰に憧れてとかあったの？AKB48 の宮沢さえちゃんに憧れてて、へえ。ちょっとボーイッシュな感じですよね。かっこいいもんね。感じに憧れて、うん、でも私その時めちゃめちゃ太ってて、うん、なんか受ける勇気はあったんですけど落ちてたんですよ、うん、オーディションを、はい、で、うんうん、美容専門学校に入ってその高校を経て、うん、で1年生か2年生に上がる、そのなんて言うんですか、なんか上がるやつ、うん、進級テストと実技に落ちて、もう人生ダメだと思って、うん、チュラを受けたのがきっかけで人生ダメだと思って 行き着いたところがガチュラでした。すごいじゃん、人生崖っぷちじゃん。どういうこと？そういうグループすごいね、人生挫折した時に。でもまあそこが自分にとっての、はい、分岐点みたいな感じですね。そうだよね、そこで新しい道が見えて、しかもなりたかったアイドルへの道が切り開いてってことだもんね、はいはい、すごいじゃん。はあ、でも美容学校のさ進級テスト落ちるって多分やっぱりヤンキーだよ。なんでなんで相当ちょっと難しかったのかな。難しかったの？なんか大阪で一番その技術とか実技が難しい学校に通ってて、うん、レベルが高かったんだ。そうなんですよね。でも今使えるんじゃない、なんかその技術。あ、でもメンバーのそのヘアスタイルとかを、それラッキーだよ。着付けとかいいね。あ、着付けとかも
あ、すごい浴衣公演とかだったらします。意外意外かっこいいね。ヤンキーが浴衣着付けてくれるってかっこいいね。惚れるわそれは。母みたいですね。はぁ、そうなんだ。面白いグループね。え、普段は原宿とかで活動してんの？いや、そうでもなくて、渋谷、ん？イーストとか全然コンセプトと違うじゃん。わかんねえ、ずっとわかんねえ。原宿で活動しない原宿系アイドル。原宿であんまライブしたことないです。はぁ、そうなんでなんだろうね。ライブハウスが、なんか大きい規模のライブハウスがないから。あー、そっかそっか、ちょっと現実的になっちゃうんですけど。うん、まあね、まあね、はぁ、そうなんだ。このコロナ禍中とかはみんなどうしてたの？あの、なんかトークポートっていう、なんかテレビ電話やったりとか、新しいのがまた出てきたよ。トークポートってファンのことと1対1で電話す、電話、電話、ライン電話みたいな感じですね。電話みたいな、をしてた。してました。したりとか、オンリーファイブやったりとか。あ、出た、オンリーファイブ。一緒だ。一緒だ、一緒だ、一緒だ。はぁ、え、その1対1の電話ってどれぐらいの長さやるの？2分ですね、1枠。はぁ、そうなんだ。はい。どう、え、ファンのサービスってさ、うん、その結構激しめ系のスタイルだったらどういう感じでファンの人と接するの？聞きたい。こうグループによってファンの人のこう、ね、接し方違うじゃん。距離感あるよね。ヤンキーどんな感じなの？私は、あ、おはよう今何してんのみたいな。あ、でも、ゆるい、ゆるいね。やば、友達みたいな感じなの。面白、はい。はあ、そういうもうキャラとして成立してんだ。じゃあ、そうですね、はい、もうなんかちゃんとアイドルっぽく対応してみたいな感じじゃなくて、ありのままで。人によりますね、私、人によって対応変えちゃうので。プロじゃん。え、どういうこと？あいつプロじゃん。どういうこと？計算。そうなの？はい。え、じゃあそれと別バージョンの対応どんな感じ？もうダメでしょみたいな。できてんじゃん。何？プロじゃん。お客さんの基準何それ？うわー、ほんと、めっちゃ誰よりもアイドルだったよ。ね、ちゃんとわきまえてやってるわ。はあ、すごいね、徹底してんだ。はい。それはもうファンの人たちでもうほんといろいろ変えてっていうのは自分でそうやろうって思って。はい、はい、そうですね。もうド M な人がいたらバチバチド S で行くみたいな。あ、分かるんだ。その顔で大体、あ、こういう顔で分かる。いいね、その技術欲しかった。ちなみにさ、あの目の前にいるフロアのディレクターさん、あのカンペとか出してるあの方はどんな感じ？あの、ちょっと優しく対応しますね。ちょっと多分 M ではないけど、掘ったら M かもしれない。掘ったら M。 すごいね、一瞬見ただけで分かる。面白いね、すごいね。あの子伸びるよ。伸びるよ。伸びるよ。見かけによらないね。見かけによらないね。あの子すごかった。アフィリアみたいにあの売り上げすごい出てるんだけど、チクチク言われたりするの？売り上げのこと言われるのって。いや、言われないです。なんかもうちょっと頑張ってやってよみたいな言われないですか？ライブないんだから、なんかトークポートとかもっとやってよとか言われないですか？それは言われます。なんかオンラインの売り上げがなんか他のグループより下だったことがあって、後輩グループより下だったことがあって、それで一回結構言われました。結構強めに比べとかってさ、でも結局みんなすることがやっぱ一緒のところに行き着いちゃうからさ、比べてしまうんだよね。そうだよね。え、それ言われてさ、なんか改善したの？あ、頑張ろうって思って。本当に思ってる？全然思ってなかったよね。気持ちはそういう風に持ってったけど、実際こういう行動に変えたとかなんかあるの？あー、でももうちょっとなんか、特にそんな何もやってないんですよ。でもまあこんぐらいの方がいいのかもしれないね。そうだよね、思い詰めるよりさ。そうだよね。でもね、アフィリアの子たちはね、毎回コスチュームを変えてたくさんこう写真撮ったりとかすごいしてるらしいよ。オンリーファイブとかだと、なんか家で
何もない日なのに、うん、なんかセーラー服とか着て写真撮ってそうよ、ね、セーラー服着たから買ってねってやったりするんですけどしないですか？なんか過去の写真出してます、うん、え使い回し今頑張れよ使い回し今を見たいんじゃんファンの人たちはでもなんかちょっとや売り上げなんかその頑張らなきゃと思って全員優しい対応するとかそういうのないですか？ないです。あ、ないんだいやなるほど。それぞれのなんかスタイルがあるんだろうねきっと。なるほど厳しいですねそう、そうアフィリアはね厳しいのよ。厳しい世界でずっとやり抜いてきた子たちだからね。すごい。そうなのよ。だって3年でしょ。まだまだこれからよね。はい、アフィリアも長いもんね歴がね。グループ自体長いよね。グループ自体は11か10、もうすぐ12とかになります。12週。逆になんかないの、ね、そのこうグループとして個人としてなんかこう悩みとか。悩み、あ、うん、でもこういう場で力を発揮できないっていうのが悩みですね、うん、力、例えばどう自分の持ち味は何だと思う、うん、なんかもうちょっと、うん、このピチピチピンクちゃんはもうちょっとおかしいんですよ。もうちょっとおかしい、おかしい、もうだいぶおかしいんですよね。どうおかしいの？なんか人としておかしいキャラがそのエピソードぶっ飛びすぎてて周りがついていけないぐらいなんですよ。どういうなんか足を絶対洗わないとかそういう感じそうですでもそうです汚いだよ。やっぱさどのグループにも一人はいるんじゃない？ただの汚いやつじゃんそれあ、まあ、私生活が結構汚い、うん、雑な、はい、雑なんだ。はい、一人暮らし？一人暮らしです。あ、頑張ってる。あ、じゃあお部屋も、はい、結構荒れてる？はい、荒れ地です。荒れ中？荒れ地です。荒れ地です。荒れ地です。荒れ地なんだ。荒れてる地ね。行ったことある？あります。どんな感じだ？荒れ地です。荒れ地のさレベルがさそうなんだ。気になる。ほこりが多いとか違うメンバーが行った時はなんかベランダに壁が生えてたみたいな。ゴミ袋にそれはその食べ物もそのままにしてる感じ？なんかおでんの汁とかを放置しちゃって。なんでみんな同時になんでできないんです、すべてが。それは実家にいるときは全部親がしてたんだ。そうです。はあ、でも一人になったから自分でしなきゃっていう方向にはいかなかったの？うん、なんかできないことを無理して頑張らなくていいかなって思ってポジティブこのままでいいんじゃない？めちゃめちゃポジティブ。ポジティブだよ。わあ、まあ、めっちゃいろいろ聞きたいのにお時間ってめちゃくちゃ気になるけど気になる。告知あったら。あ、11月のじゃない、うん、10月の11日に、うん、ニューニューニューというライブがあるんですけど、そこで新メンバーのお披露目と新衣装のお披露目があるので、よかったら皆さん来てください。お願いします。新メンバー入るの？はい、新メンバー入る。全然まだ掘り下げてなかったね。新メンバーなんて知らなかった。明日も明後日もあるから時間あったらまた来て。うん、明日と明後日ないんですよ。今日でおしまいなんだ。でも大丈夫、プライベートでむいちゃんとか来てくれてるから。本当ですか？じゃあワンちゃん。ワンちゃんいいね。ワンちゃんあればお願い。うん、お願い、待ってるわ。はい、ありがとうございます。ありがとう、来てくれて。ありがとうございました。はい、ピンクちゃんとパープルちゃんでした。はい、バイバーイ。ありがとうございます。帰っちゃいましたよ。面白すぎる。やっぱさ、いろんなアイドルが本当に増えてるからさ、最近のアイドルでびっくりしたことがいる？びっくりした子。新しいアイドルグループ、その若いアイドルグループの子たちで。何があるかな。最近どんなアイドルグループが誕生してんの？単純にさ、髪が赤いとか紫とか緑とかにびっくりするんだけど私。そうね、いなかったよね、なんか黒髪ロングがみたいな。そうね、あの青春派みたいなのはあんまないね、もう。そう、うんうん、そうだね。ちょっとなんか闇メイクっていうの、今だって闇系アイドルも、ね、の方が人気だと思います、多分。それはさ、普通に男性ファンに人気なの？いや、なんかちょっとわかんないんですよ。でも多分女性のファンも圧倒的に多いと思うんですけど。へー、すごい。あとなんかそのお酒をすごいなんか出してるアイドルさんすごい増えたなって思います。はー、そうなの？それはお酒イベントとかが あるとかじゃなくて、なんかストロングゼロっていうお酒あるじゃないですか、うんうんうん、あれをなんか
にストローを刺して飲んでる自撮りの写真を上げるアイドルがめちゃめちゃ多いんですよ。何それ、それがなんか多分流行りなんですよ。面白すぎる。今のアイドルの、今のアイドル、あとなんかその私が驚いたアイドルさん、ちょっと名前とか忘れちゃったんですけど、うん、なんかお酒をこうパカって開けずになんか舌に穴を開けるんですかね。でなんか、うん、なんか直感って言うんだっけ、直感って言ってこうその穴を開けたところからそのダラダラ流れてくるのをなんかほんと10秒で飲み干すみたいな。で私アイドルだけどストロングゼロ10秒で飲み切りましたみたいなのがなんかやっぱツイッターとかで流行るらしくて、それでまあその子が人気かわかんないんですけど SNS ではめっちゃバズって人気なんですよ。っていうアイドルがなんか多くて、あ、なんかすごい面白いなって、変わったなって。それちょっとアフィリアやってみなよ。でその後寝ゲロしちゃいましょう、ヘペロみたいな。もうゆみちゃんしかいない。めっちゃバズるよ多分。こう寝ながら運ばれる姿を写真撮って そこまでセットで。そう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 、迷惑かけちゃう。みんなほどほどにねって言って。注意喚起。そう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 。はい、なるほどね、変わったんだな。そういうスタイルなのかな。だとしたらもうむいちゃんとかもガンガンできそうな、ね、全然いけますよ、ストロングゼロ。じゃあ直感っていうのやってみようかな、ね、で新しい特技でさ、できそうじゃない。いやでも全然ギャップがないですけどね。あのそうか、もともと飲むって言ってるしね。でも結構なんか可愛らしい感じで、うん、なんかやっぱそういうのやる子ってなんかすごい髪の毛赤かったりとか、それこそなんかピアスガンガンに開いててみたいな子とかの確かにイメージなんで、うん、もゴム手袋割ってるんですけど大丈夫ですか。そっちのギャップもあるから、ゴム手袋したり結構縛りしたりとかしてるから。あんまりギャップがないかもしれないですね。そうだね、確かにまた難しいのかな、うん、だからアフィリアのこう誰かがやったりした方がバズるとは思うよ、うん、誰かな、いける人いるかな。いや私は本当に入っちゃう。そうだね、ちょっと無理はしちゃいけないからね。はあ、そうなんだね。今そういう、逆にじゃあアフィリアのそのなんかファンと恋愛してみたいな、そういう歌い文句のグループは少なくなっちゃってんのかな。確かファンと純粋な恋愛を夢見るみたいな、そういうのはもうあんまないのかな今。どうなんだろう、最初からないと思うんだけど。夢は見てたじゃん。すいません、そうなんですけど、夢は見てたよ。そっか、きっと、どう、どうなんだろう、ファンの人たちは逆に今どっちを求めてんだろうね。そうね、ちょっと聞きたい、なんかファンの方の、はいはい、あれしてみようよ、アンケート。あ、できます、アンケート初めてなんじゃない、使うの。ない。いけないかな。あ、いける？いけます。どうやってアンケート取るの？いや、だからその玉投げるやつですよね。そう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 。星野さんに。そうそうそう。二択。その今まで通り清純派のアイドル、うん、夢を与えてくれるアイドルがいいのか、うんうん、それとも今の闇系のもうちょっとこうダークゾーンに入ったアイドルがいいのか、どっちが平成か令和か。そう、平成か令和かだね。はい、どっちのアイドルが皆さん今は興味ありますか、お願いします。お願いします。どっちなんだろうね、これでさ気になる、うん、どうする、もし闇系が多かったらさ。でも私がなんか王道アイドルが好きだから、うん、なんかちょっと嫌だな。あ、そっか、かなちゃんはもう王道がいいんだ。なんか病んでる子とかあんま好きじゃない。もう夢与える方が、はい、キラキラしてる子に憧れて。そうだよね、はい、そっちの方がなんかハッピーといえばみたいな、ね、イメージはね。でもさ、逆に人としての、うん、そう、もうだって病んでるのも、もう人間みんなある部分じゃん。そう、まあね、そう、なんか前にプロデューサーさんに、うん、そう、一番上の国王じゃない人に言われたことがあるんですけど、うん、そのなんかちょっと病んでる系はなんかそのファンの人のことをなんか頼ってるみたいな、なんか病んじゃうんだけど、でもなんかなんとかさんがいてくれるから頑張れるとか、そういうなんか頼りがあるからめっちゃファンがすごいつくから、うん、なんか頑張れみたいなこと言われたことがあります。ブレブレじゃん、ちょっとアフィリア。なんでもあるやろ。やっぱちょっと流行とか流行りとか数字に、数字に出てるやつに寄ってこうとするんで、すごい気にするね。はい、って言われたことあります。アンケートどうですかね。できた、いいです、できました。よし、あ、おしまい。じゃあ、はい、アンケート終了。どっちだろう、どっちだ。でん、あ、結構だよ、すごい、全然王道だね。
成人派ですよね。おー、赤 83% 全然だね。全然闇系、闇系ってや闇系なんだ。闇系なんだ、ね、本当にやっぱり一部なんだね、うん、あ、なるほど。でも一部のやっぱりでもそういう何かにこう依存じゃないけど支えてもらいたいっていう人たちの熱量が多いんじゃない、その一部の。それもそうだ、プロデューサーの人に言われたんですけど、うん、あの私すごくないなんか当てる、ね、プロデューサーと話し合うんだけど、その人に言われたのが、その一番とかの青春派、みんな明るくイエーイみたいな、みんな大好きっていう人は、うん、あのまあ普通に来てくれる、その人数は多いけど、うん、闇系の人はあのたくさんお金を使ってくれるファンがつきやすいって言われました。僕が支えなきゃっていうのがやっぱそのおのおのに出るらしくて、ね、ちゃんと人の心理にね、はい、乗ってんだよね。難しいね、難しいね、難しいね。でもまあ実際自分がどっちが好きかっていう、うんうん、あれだよね、うんうん、花ちゃんはもうずっと永遠にブレずに、はい、キラキラアイドルが。でも、うん、言ってから、でも花ちゃん、うん、こうやって王道で私キラキラですって言ってるんですけど、この人めっちゃ下ネタ多いんですよ。そんなことないよ。ファンの人にもショック、めっちゃ下ネタ言うんですよ。ちょっとかなちゃん推しの人今あのたくさんいると思うんで、やめてください。言っちゃったけど、どういうこと？何？どういうこと？めっちゃ本当にシンプルになんか今私のおっぱい見てたでしょとか。あ、いや、でもいや、もっとひどいんですよ。え、何？もっとひどいが聞きたいわよ。今可愛かったよね。今のはなんか可愛い。あの少年ジャンプだと絶対モテるやつ。うん、今のワードはね。あ、なるほど。今のは可愛い。すごい。いや、もうみんなもう書き込んでほしい。今まで言われた。え、何？もっとひどいは何？なんか、なんだろう。あと結構なんかトイレネタが多くて、うん、かなちゃんマジでめちゃめちゃ、だって今日もこの会場に来てから、今日やばいんですよ。今日多分20回ぐらい行ってるんですよ。私なんかあの前回出させていただいた時にも相談したんですけど、梅子でトイレに近いんですけど、尿漏れじゃなくて、もう漏らしたかいよ、尿漏れみたいな感じですよ。尿漏れじゃなくて近いんだよね。そう、めちゃめちゃ近くて、うん、ハルンケアがいいんじゃない？ねえ、ハルンケア、何それ、何それ、え、頻尿の方にはそれ前も言われたけど、嘘それはでもなんでかね。でもそれも全部ファンの人に報告するんですよ。普通アイドルって言わないじゃないですか、まあね、極力ね。なんですけど、なんかめっちゃ握手会でね、聞いて今日トイレ20回行ってきたとかあーで、しかもなんか、でもやっぱさすがにさっきはちょっとしか出なかったとか言うんですよ。量まで言うの？量とかまで言っちゃうんですよ。量はちょっと差じゃないんだよ。横で聞いてて、おマジかと思って、なんでそれ言っちゃうの？だってなんかトイレ行ってるとこ見られてたら嫌じゃないですか。逆になんか、うわ、またこいつ行ってるよって思われてるぐらいだったら、うん、行ってきたんだって言った方が恥ずかしくないですか？まあ、そっか。でも量は言わなくてよくない？うん、もう量はさ、だって自分はさらけ出したくて。そこまで、はあ、そこであるタイプね、はい、そこの恥じらいはないんだね。ないです。お家であれ、家族の前でも別にあの下着で歩けるとかそういうタイプ？うん、あ、お父さんの前では歩けないですね。ああ、なるほどね。そういうほら家庭環境でも分かれるじゃないか。確かに、うん、ああ、そうか。なんで、でも、うん、でもあの一緒にお風呂とか行ったりするんですけど、よくメンバーで行ったりするんですけど、うん、あの一切隠さないです、かなちゃんは体を。なんか普通女性の方ってなんかその長いそのタオルをこう前にこうやって当てて、うんうんうん、なんだろう、こう隠すじゃないですか、うんうんうん、上も下も隠すスタイルが定番だと思うんですけど、かなちゃんは頭に乗せて、男前だね。これです。かなちゃんはだから根っこは男前なんだろうね。そうなんだ。だからそういうもうほんと可愛らしい王道のちゃんとしたアイドルに憧れてる気持ちも強いんじゃない？そうだよ、ゆみちゃん。あとちゃんと全身に自信があるんだね。そうです、ありますね。あるんですけど、気持ちがいいね。今の気持ちがいいね。裸じゃ歩けんもん。なんでだろう、マジで貧乳なんですけど。めちゃ悪口言うじゃん。貧乳とか貧乳とか。あるよ。でもマジで自分のこと巨乳だって勘違いしてて、そんな触んないで。マジで本当に、だからそれもファンの人に聞くんですよ。うちっておっぱい大きいよねとかって。でもファン公表してるの？あのバストサイズとかは。してない。してないですね。ファンの人とかには。でも
まあ、なんだろう、なんかちょっと谷間が出る衣装があったりとか、うん、まあ、今のこの衣装でも、うん、ここの布余ってるじゃないですか。そうね、見る限りだとシワが多いよね。手どけてよ、ちょっと余ってるじゃないですか。あれだね、バストっていうよりも脅威って感じだね。すごいもう全体的にガリガリなんですけど、うん、なんか自分のこと本当に巨乳だっていうなんか錯覚をしていて、うん、なんかメンバーとかがでもたまになんか今みたいになんかちょっといじるんですけど、うん、ガチで怒るんですよ。あ、じゃあもう本当にもうおっぱいはあるアフィリアの巨乳キャラなんですけど。え、自分よりも大きいなって思う子もいるでしょ。でもグループに同じぐらいの子がいます。同じくらい、いやいや、はい、あのうちのグループあのアイカップの子いるんで、でアイカップの子がいるんですけど、それと同じくらいって言ってるの、ね、似てるみたいな、なんかうちのグラあげよっかとか言うんですよ。はぁ、肩こるねって言って。そうなんです。一回眼科で検査してみる。いやいやいや、乱視がすごいとかあるかもしれない、ね、え、でもそうなったらいいな。いつでも脱ぎます。あ、でもまあね、でもアピールしていきたいんじゃない。そうね。でもさ、はい、ないものをあるっていう勘違いはダメだと思う。なんで暗示よ人生。でもさ、アイカップと自分が一緒って思ってる間違いはちゃんと訂正すべきだと思う。あの詳しい数字っていうことね。大きい小さい出たら大きいでもいい。そうそう、あの体はすごい綺麗でいいけど、うんうん、アイカップとあなたのカップは違うよっていうことは自覚しないと、多分いつかあの現実逃避しちゃう。本当に受け入れられなくなっちゃうから。そっかそっか、やんじゃう、やんじゃう。そういうキャラクターなんだね。そう、結構ぶっ飛んだ性格ですね。あと、はあ、ラーメン大好きすぎてなんかインスタラーメンしか上げてなくて、うん、なんかこう、これカナのインスタみたいなアカウントって。本当男みたいだね。あ、確かに おじさん系というか本当に男な、うん、男なんじゃないもん。そんな男なのかもしれない。ん、なんでそこ抑えたの今。はぁ、え、ラーメンは何、ね、毎日食べたりとか。毎日は食べてるんですけど、なんか最初はインスタもなんか可愛い写真とかなんか撮ってたんですけど、なんか可愛い写真を撮る機会がなくて。え、いっぱいあるじゃん、なんかいろんな可愛いアイドルの子たちとか、うんうんね、でも王道すぎてこだわりが強いんですよ、自撮りの。はぁ、すごいんですよ。逆にじゃあかなちゃんが憧れてるアイドルって誰だったの。あ、桃色クローバー Z さんです。誰、あ、桃色クローバー、はぁ、い、そうなんだ、はい、なるほどね。でもインスタちゃんとやってんの。インスタ、インスタ最近ちょっと始めました。あら、最近なんだ、はい、どんな感じのインスタなの、うん、聞きたい。まちょっと私水着多めでフォロワーを稼ごうとしてます今。出た。ね、いるよね。大事大事大事ですよ。数字頑張る系女子ね。はい、ちょっと今それでちょっと頑張って仕事しようってしてるのが伝わる。偉い偉い。で、どうなの、ちょっと自分の水着を出して、うん、でもですね、全く更新してないんですけど、それでも2800とかいるんですよ。おー、いいじゃない。なんであのそう頑張って更新してる子よりかは水着一枚で稼いでるなと。はぁ、数稼いでるなって。いや、すごいよ、すごい、ね、女性の肌の力ってすごいよ。え、逆に、え、むいちゃんとかは。私、毎日かき氷あげてます。はぁ、えぇ、ー、なんで、でもめっちゃ人気ですよ。え、すごいんじゃないですか。かき氷がすごい好きで、毎日食べるんで、かき氷の写真しかあげてない。毎日かき氷食べんの。今も食べてきました。お腹壊さないのかな。そうなんです。それはいろんな場所のかき氷、いろんな場所の、いろんなお店の、今日は大盛りにかき氷食べに行ってから来ました。すごい、こだわりが。わ、でもそういうの私好きだな。なんかかこうおしゃれなスイーツ載せてる人のインスタ見ちゃうわ。でもおしゃれなつもりじゃなかったんですけど、最初なんか自分家の猫とか載せてたんですけど、もう何載せていいか分かんなくなって、かき氷載せ出したらもうただのかき氷仲間が増えていく感じですよ。いいね、その友達いいよね。え、じゃあ自分を載せたりとかあんましないの。もう今全然載せてないです、かき氷オンリー。かき氷アカウントになっちゃったんだ。かき氷おばさんっていう名前にしてます。
そんな好きなの？かき氷好きで。ちなみにおすすめのかき氷屋さんは？あ、今コロナで営業してないんですけど、池袋の八九っていうかき氷屋さんがめちゃめちゃ美味しくて。どういうかき氷？フルーツをこだわって仕入れてて、で今フルーツの販売だけしてるんですけど、かき氷自体もその天然氷って言って天然の氷を使った氷で、シロップもこだわっててめっちゃ美味しいんで、来年きっとコロナ明けたら復活すると思うんで、ぜひ行ってみてください。でもさ、そのかき氷ってこう季節感のある食べ物だからさ、冬場、そう、夏場はそのにわかがいっぱい来ちゃうんですよね。あ、そうなんだ。もうかき氷はもう秋冬このぐらいの時期からが私のかき氷のシーズンだと思ってて、今並ばないで入れるようになってきたんで、そう今からが勝負です。もう震えながら食べに行ってます。冬震えるんだ。でもそこまでして食べたいの？食べたいんですよ。もう朝起きたら、かき氷食べたいっていうところから、飽きないの。すごい、すごいね。胃腸強いんだね。胃腸は結構下しながらすごいな。いつからそんなかき氷好きになったの？それが実はまだ1年半ぐらいで、にわかじゃないの、もしかして。あなたこそ語るやつほどにわかですからね。そうなんですよ、まだ新人です。何きっかけでハマったの？それも同じなんかタレントの子が勧めてくれたのがその八九ってお店で、そこに行ってからハマりました。じゃあ本当にそれが原点で、そっからハマったんだ。ぜひ行ってほしい。いろんなお店にぜひ行ってほしい。でもかき氷屋さんも今本当にいっぱいあるもんね。多いよね。いっぱいある。でも夏場だけやってるとこよりやっぱ一年中やってる専門店が美味しいところが多いんで、ぜひそういうところにおしゃれだな行ってほしいです。いやいいな。でもマジでラーメン屋さんぐらい厳しいんですよ。なんか喋ってたりとかすると溶けちゃうんで。あー、そっかそっか。厳しいし、もう食べたらさっさと出てくれって感じなんで。そうなんだ。すごいね、なんかみんなのインスタがじゃあもう本当に個性出てるね。やってないんですか、何か写真？やってるやってる。何の写真を？私はもう完全に今トレーニングおばさんだね、じゃあ言うなれば。ジム？かっこいい。もう本当にトレーニングの様子ばっかり上げてるね。もう健康アカウントだよ、私のインスタは。どんなことするんですか？もう本当にトレーニングから食事のことに関してのこととか、ストイックね。そうだよ、もしなんか健康になりたいなって思ったら私のアカウント探してみて。見たいです、見たいです。間違いなく健康にはなるから。私このコロナ禍で多分コロナ前より元気になったもん。すごいよね。なんかこんなキャラクターじゃなかったの、もっとなんか暗かったの。そう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 。全然明るくなくて、私もうずっと今めちゃくちゃ元気。トレーニングで明るくなったってことですか？運動がね、もともと好きで、それで運動するようになって健康にも目覚めたみたいな感じだね。みんなね、きっと、はい、後に分かると思うけど、なんだ、30目前にしたらいろいろ変わってくるのよ。でアイドルもやめたらいろいろ変わってくるのよ、はい、体もお肌も。うわ、最後心もいろいろ変わってくるのよ。でもそれを経験して、自分が感じたことを今だからみんなが味わわなくていいように発信してるって感じ。素晴らしい。優しい。そう、みんながね、健康で元気になってくれたらいいなって思うからね。だからもうすっごい肌ツヤも良くなったもんね。めちゃめちゃ肌綺麗ですね。肌綺麗だよね。本当に食事ってすごいよ。みんな実家だっけ？いや、一人暮らしです。あ、自炊してんの？みんな。してないです。全くしてなくて。何食べてんの？じゃあ逆に。ウーバーイーツばっかなんですよ。マジでなんかひどいことに、こことか特にひどいのかな、なんか1日に3回とか頼んじゃうんですよ。でしかもなんかすごい本当なんだろう、タピオカだけ頼むとかあれば、ラーメンだったりなんかマックだったりとか、なんかもう本当に食べたい時に食べたいものを食べたいだけ食べるっていう精神で。でもコロナで、はい、運動してないくせに食欲落ちなくて、うん、一生食べて寝て食べて寝て繰り返してたんで、本当に太っちゃって。あー、そりゃ太るよね、その生活だったら。そうなんですよ。やばすぎて。でなんかしかもやっぱ食費もすっごいかさむじゃないですか、でもお金ないどうしようってなった時に、なんかちょうど、先月9月の15日から30日まで、なんか勝手にメンバーだけでなんか今日から月末まで食費を5000円で抑えようっていう、なんかチャレンジをしたんですよ。
でプライベートで、プライベートでですね、うん、面白いね、うん、でみんなでなんかグループラインに今日何々食べました、これはなんか0円ですとか、うん、なんかこれは何盗んだの何何その0円って気にめっちゃ気になるんだけど確かにあのケータリングとか、ああそういうことね、はい、すげえ爆弾落ちてきたかと思った、盗んでないこれは0円でした、でもまあ確かにそのなんかね、うん、だからあのマネージャーさん捕まえて、うんうんうん、お願いします、うどんでいいんでおごってくださいとか言って、おごらせたんで0円ですとか言って、うんうん、なんかそういう生活を続けて、うん、ちょっとは改善されたかなっていう、なんかやっぱ毎日、うん、なんだろう、そのちゃんと時間通りっていうか、朝食べる、昼食べる、夜食べるっていうのを、うん、お腹が空いたら食べるじゃなくて、うん、ちゃんとなんかそういう感じで分けれたりとか、うん、なんかね食費 も、うんうんうん、もういちいちなんか卵が20円で、うんうんうん、うどんがなんかこれ割ったら30円だから、うん、こんくらいですみたいなのをグループラインに書いて、うん、あ、じゃあちゃんとみんなそれ守れたの、じゃあ、はい、あ、一人だけ焼肉食いに行って、あの5000円オーバーした人います、でもほとんどのメンバーね、うん、結構残りの子はクリアして、3食ウーバーイーツとかではやっぱ食費もすごいでしょう、ですよ、はあ、あと腸内が心配、本当に、ね、大丈夫、お腹痛くない、ね、今若いからいろいろカバーできてるけど、はいはい、ねえむいちゃん本当に、ね、最年長、かき氷食べてるじゃないですか、そう、かき氷元気、あなたかき氷だけはもう許してほしい、本当に、え、他は、他は私そのコロナ前に愛席屋で知り合った農家の人から野菜送ってもらってて、はい、何その話、何その、何そういう出会い方があるんですか、そうなんです、そんなことあるの、農家の人と知り合って、っ、はい、農家の人があの今日いいの取れたからって言って送ってくれるんですよ、だって知らない人に自分の住所教えるんです、教えました、フルネーム全部住所も、しかも相席やってことはなんかちょっと見返りを求めてるじゃないけど、なんか迫られたりじゃないかな、全くなくて、しかもそれが地方だったんで、地方の相席屋だったんで、はい、そのあったのは1回だけなんですけど、はい、そっから野菜を送ってもらってて、なんかそれ、めっちゃ美味しい野菜です、ね、採れたての新鮮な野菜を、え、でもじゃあそれを使ってじゃあ自分で自炊して、はあ、じゃあ普段はかき氷以外は自分で作ってます、はあ、そうなんですが、今お酒外に飲みに行かないからお金は浮くんですよ、はいはい、かき氷代しかかからない、そうだね、飲みに行ってたんだったら浮くよね、めちゃめちゃ浮きます、え、その自炊とお酒がちょっと減ったから痩せたっていうのとかもあるの？いや、もう完全にコロナで味がしないからもう食欲が全くなくなるんですよ、でなんかその療養中も弁当が出てたんですけど、うん、ま、なんかすごい量が多いしガテン系みたいながっつりした弁当だったんで、気になる、何ですかガテン系って、なんかもうハンバーグと唐揚げみたいな弁当が毎食朝昼晩出てて、もう全然匂いと味がしなかったら食欲がないから何日も食べなかったですよ、何も、へぇ、大丈夫、そう、でも今元気、今元気、今味します、今匂いも味もします、はぁ、本当にね、すごいね、いや自炊は大事だよ、自炊しかしてないよ、それこそねインスタにめちゃくちゃあげてるね、そうそうそう、私はもうほんと体のためのご飯しか食べてないからね、今なんかそう体作りしてる人ってなんかサラダチキン食べるイメージじゃないんですけど、そういうのじゃない、わかります、ね、そういうのじゃないんだよ、その偏った食事は本当に体に良くないから、はい、バランスよく栄養を全部一食でバランスよく本当取れるような、はい、ちゃんと白米も食べますか、あ、そう、ご飯って食べるんですか、玄米だね私は、すごいね、うん、白米は、まあ、白米も体にもちろんいいんだけど、はい、精製されたお米よりもちゃんとビタミンとかミネラルがいろいろ入ったそのままの玄米の方が私は体にいいなと思ってるから取り入れてるけど、だから逆に私食費は結構使ってるかもしんない、あ、逆にそういう、スーパーで安いのよりもいいものを買ってるから、そう、そうそう、あとお出汁とかももう本当に全部元から取ってる、すごいね、うん、そんなことなると思わなかったよ、ね、味の素とか出汁とかもちゃんと元のから出汁をゆっくり取って、で作ってる、絶対美味しいよ、しかもね、味がどんどん薄くなってくんだけど、うん、素材の味がね楽しくなってくるの、うん、でもねあんまりねこういう話するとね徐々にみんな引いてくるの
ちょっと気になったからね。聞いてくるんだ。だからそんなにね話さないようにはしてるけど、聞きたいっていう人には教えるようにしてる。でもさ、なんかさ、全然食べてないのに太る人いるじゃん。私全然食べてないんですけどめっちゃ太りますみたいな。それ全然食べてるから見えないので。なんかさ栄養素がさ全然取れてないのかなって思う。いやだからそういう人は あの栄養がないのにカロリーだけ高いものを食べてる。なるほど、うん、だって気をつけないとね。本当にね変わってくるよ20後半ぐらいになってきたら。わそこを今の自分で変えていくか、はい、それともそうなってから変えていくのか。きっかけは何だったんですか。ずっとその生活。確かにきっかけ何してるんですか。だからもうその30目前にして自分の体の変化。あ、そう、ね、あったの、うん、そういう話しない。でもなんか結構やろうって思う踏み切るのすごい大変じゃないですか。しなんかそのどのくらいのレベルでやろうとかあるじゃないですか。まあジムは通うかとかで始めて徐々にストイックになってったのかとか。 やっていくともう本当に実際自分がどん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 良くなっていくから、この良くなったことをじゃあもっと人に広めたいなって思っていくようになっていくのよ。私思ったんだけどさ、影響受けてとか全く受けてこの人ねひどいよ。だってさ私オンラインでさトレーニングとか今してるんだけど、最初の方はやりたいやりたい受けたいみたいな感じでめっちゃ言ってきたからすごい毎回誘ってたのに、はい、3,4 回目ぐらいかな音信不通こういう人もいるのよ。でも合う合わないあるから合わなかった。そうそれは何が嫌だったんですか。トレーニングだけっていうのが私苦手なのよ。やっぱ踊ってたいとか。あやっぱアイドルだったら そっちじゃないですか。確かにどっちかって言ったら褒めてもらえるしね。そうなんですよ。だから私どっちかっていうとダンスの方が好きなので、ダンスで体を動かしたいっていうタイプと。でも私はもう普通にあのトレーニング20分だけの筋トレのオンラインだったから、それはもう鼻からこっちは筋トレしかしませんよって言ってるのに、最初はね、やりたいやりたいやりたいって言ってくるからあじゃあおいでよって言ったのに、私は本当はやりたくないのよねみたいな言ってないよ。言ってひどいよねってでもね、坂っちのお兄ちゃんとかがやってたんでね、最初オンラインで兄弟でやってるんですよ。すごい。で、坂っちの当番になった時に一回受けた時にめっちゃきつかったの、スパルタめっちゃスパルタなのこの人、そうね、ついていけなかったの。確かにそれ以降か見なくなったのはあれつらかったよ本当、うん、ちょっと生徒のこと考えてクレーマー。最近ね、最近でもそれも学んだから、うんうんうん、こうできない人に合わせてのトレーニングとかも考えてるけど、でも筋トレはね結局自分のためだからね。まあね、うん、自己満だからやった分だけだから、うん、やりたいんだったらもう本当にやった分だよっていう。はい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 苦手なの トレーニングとか苦手。まあ、私も体を動かすの好きで、うん、あのまあ、ジムとかも通いたいなと思って入ったんですけど、うん、やっぱなんか自分でこう続けていくのが難しくて、結果あの2ヶ月で辞めちゃって、で最近なんかその誰かと一緒じゃないとダメだとか、あとなんかそのなんだろう、動かしてなんか自分の身になんためになればいいなと思って、私は、うん、あのブラジリアン柔術っていう格闘技をちょっと始めました。でも実は面白い。どういうのやるの。どういうのめっちゃ気になる。どういうのやる。ちょっとやってできる。なんかなんだろう、2人で一緒にこうやったりするんですけど、うん、なんかここにいい、うん、どうやる。武術ってこと。寝ててこっち大丈夫ですよね、うん、寝て、うん、もう普通にここで挟んで、うん、技かけるみたいな感じ。こうやって首を締めるみたいな。首を締める。なんか大丈夫。それは締め技。締め技だ。楽しいの。人締めてそのなんかこう。でもなんかそのもしストーカー被害に遭ったりした時とかにも使えるし。護身術ね。あ、そう、なんか強いじゃないですか。ああ、そう、うんうんうん、っていうの。じゃあそれいい、じゃあ今さ、こう人がパッてきたらもうパパパって締めれるようになったりとかして。いや、パパパまではなんかその一応技とか手順があってちょっと難しいんですけど、でも最近スパーリングって言って、その終わった後にまあ習ったこととか全部含めてこう組み合いをするんですよ、うん、そういうのとかで あこれちょっと勝てるかもみたいなのはあったりします。なんかそのちょっとなんか一つ教えてよ護身術。なんかちょっとじゃあ私フェイスシールドするから。おなんかこう後ろからさパッて来られた時の。いやこれさ、ね、確かにアイドルちゃん大事かもよ。なんかねみんなこうどこで何があるか分かんないから。そう自分の身は自分で守らんといかんで、うん、ね、後ろから
来られた。どういうのがある？簡単に。簡単なやつだと、うん、でもやっぱさっきのやつでね、こう上から首絞められんの？そうなんですよ。落とされるよ。それはやだ。いやでもそういうね、技をクッてやるみたいな。だったり結構あの激しめ、あの常に結構くっついてて、へそう肩をなんかその、まあ、つけるよ、地面につけるようにっていうので。もうすごい動きをしたりとかします。立った状態から始まるんですけど、あの、うん、引っ張って自分でぶら下がってその重さで相手を倒すんですよ。強っ。たりとかプロレスみたいな感じ。そう、寝転がってる相手のなんか股のところに足を入れて、うん、なんかこう挟んで自分の胸とその腕でグーって締めて息ができないようにするんですよ。うって締められて、この背中と胸でギュッて押されて、っていうので、まあ、パンパンって叩かれると、あ、その一本取ったっていうか、そういう感じで。なんか第一ハードルが高すぎやしないかい？いやでも確かに私もかっこいい格闘技とかちょっと語りたい、やってみたいみたいな感じで始めたんですけど、うん、めちゃくちゃハードル高くて、もうなんだろう、なんかそのまあ、ダンスみたいな感じでなんか手順があって覚えなきゃいけないんですよ、うん、でそれを毎回繰り返しで練習するんで、なんかそのまあ私はダンスやってるから、その大体あ持つ持つ足かける下ろすみたいなのが分かるんですけど、普通の人ってこれ覚えられないんじゃないって結構難しいんだ、ちょっと思ったり。そうですね、難しい。でも楽しんでやってんの今は？あ、そうですね、すごい。なんかあの女性クラスっていうのがあって、その女の子だけでやったりとかしてるんで、そこはあの優しくて楽しいです、うん、あでも運動してるんだったらね。まあそうですね、それでちょっと運動してる気分、気分っていうか、だいぶ運動だよね。だってすごいよね、全身使って。なんだ、そう、体変わった？なんかあでも筋肉つきすぎちゃって、うん、腕太すぎて、今日あのその水着のイベントがあって、うん、ユカフィンが水着貸してくれたんですけど、うん、あの入んなかったんですよ。腕パンパンすぎて。え、腕パンパンで入んない水着って？なんかそう、どういう水着？オフショルの水着でこういう風になってるやつなんですけど、もうなんか入んなくて、頑張って入れたらもうこっから動かないんですよ。縛られた。そうなんですよ、だからせっかく貸してくれたんですけど、ちょ着れないですって言って返却しました。あら、まあ、なんか腕がやっぱなんか引っ張ったりっていうか、そっかそっか、そこだけもうずっと一部だけ使っちゃってた、だったりとかするんで。そうですね、結構怪我は全然一番少ないスポーツみたいな、格闘技って言われてるんですけど、やっぱなんか筋肉痛っていうか、なんか筋肉はつくんだなって。はあ、え、そういう格闘やっていきたいみたいな、そういうの興味あんの？え、ちょっとあります。なんかやっぱ今のアイドルなんか一芸持ってないとダメじゃないですか。一芸っていうか、うん、特技はね。いや多分あの言っちゃうとブラジリアン柔術結構マニアいるんじゃないかと思って。いや、いると思うよ。狙ってるんですよ。あ、そのブラジリアン柔術で行くのでちょっと行こうかなって。あとサウナ好きなんで、うん、サウナで、うん、サウナ多いよ。この2択でちょっと、ね、なんか新しいファンをつついていこうかなって思ってます。はあ、でもブラジリアン柔術はねあんま聞かないもんね、うんうん、初めて聞いた、はい、でもそれこそさ、あの私もすごいなんかよく声かかることとかあったけど、はいはい、あの DDT っていうプロレスの団体があってね。あ、はいはいはい、あそことかでも披露すればすっごい儲けてくれると思うけど。確かに。そういうのはどうなの？だってアフィリアみたいなさ、純情なグループがさ、うん、そういうなんか格闘にね、はい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 、バーンっていったらめちゃくちゃ話題になると思うよ。うん、なんかティフでもありますよね、路上プロレス、 あるあるスみたいなやつ。うん、確かに。え、めっちゃいいと思うけど、本人がその興味あるんだったら。うん、いや多分ね、はい、すぐあの社長はね、OK してくれるよ。呼んでくれますか？やりたいやりたい。アフィリアのその魔王がどうするかとかにもよるけど、まあね、方針がね、あ、なるほど、方針が。え、でもファンの人はどうなんだろうね、逆に。え、でもそれもちょっとキモくて、キモいって言っちゃう。キモキモ、何何何何、ブラジリアン柔術やってるっていうと、なんかそのまあやっぱ柔術なんでこう絡んだりするんですけど、うん、なんかその股に埋もれたいみたいな、締めてほしいみたいな、めっちゃなんかセクハラを受けるんですよ。おじさんたち言っちゃダメ、そんなこと。おじさん、なんか僕も始めようかな、そしたら一緒になんか組んでくれるみたいな、なんか交わえるみたいな。おじさん、ほどほどに合うのだからね。若いのよ、ダメよ。そうよ、股に埋もれたいはアウトよ、アイドルに言っちゃいけない。大人でしょ。そ
それはダメよがたまに混じってくるんですけど、そうやって言ってくる人もまあいるだろうけど、はい、まあ別に絶対その人とこう対峙することは絶対ないから、そうですね、そのなんか個人的に女の子、ね、うん、はい、その女の子とこう格闘で組むとか、うん、はいはい、そういうのはどうなんだろうね、ファンの人たち応援してくれるんじゃない、応援してくれ、しかもさ、私アイドルかちょっとなんか、いや今アイドルからのプロレスに転身する子めっちゃ多いよね、本当、ね、に多いよ、でしかもまあそれはね伊藤ちゃんっていう子からいろいろ聞いてるんだけど、あのね伊藤ちゃんは本当にかっこよくて、うん、リンクではやっぱりずっとまあ、はいはい、あの自分は人気がなかったって自分でも、はい、その言ってたんだけど、うんうん、あのプロレスに入ってからめちゃくちゃ人気上がったらしいの、でもう逆にだからその熱い声援を覚えちゃったからもうやめれないみたいな、もう楽しすぎて、結構だって激しいやつやってますよね、椅子使ったりとか、うんうん、けどやっぱそれは伊藤ちゃんの熱量にすごい合ってた、うん、職業だったんだなって見ててすごい思うけど、なるほど、うん、多いよ本当に、まあ、普通に可愛いプロレスの女子プロの子たちも多いし、ね、うん、だってアップアップガールズにもプロレスのグループもいるし、ありますね、でもあの子たちはもう本当に一人は私よくジムで一緒になるんだけど、はい、マジでガチの子だから、いや確かに、うん、100キロぐらい抱えてやってるからですよ、マジでガチだから、ね、確かに去年とかなんかアームレスリング大会みたいなのがあったんですけど、うん、まあ、瞬殺でした、うん、もうなんか出てたんだ、あそう出てたんですけど、マジで力とかなんかもうそもそもが違いすぎてマジでアフィリア冷やかしで出んなってめっちゃコメントに書かれたんですよやってたね、そうやってた、私 MC やってたみたいに5人ぐらい出たからそうなんかマジでアフィリアはできないんだからとか言って確かに、お、どれだこんな時間になんだなんだ、あらららら、こんばんは、こんばんは、お邪魔します、どこ、すごい、ここあれどこに座っていいですか、あ、はじめまして、はじめまして、はじめまして、いいのかな、え、自己紹介して大丈夫か、真っ白なキャンバスの三浦奈々子です、よろしくお願いします、あ、西野千秋です、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ちゃんとコンセプト通りの真っ白だね、うん、でも初めて、あ、2回目ぐらいなんですよ、やっと真っ白な衣装になって、あ、そうなの、うん、そうなの、真っ白じゃなかったの今まで、あのデビューと一番最初は黒とグレーでした、なんでかなそう、ま、真っ白がコンセプトだったのに、そうなんですよ、それなんで、なんでなんですかね、なんかちょっとスタイリッシュにかっこよくしてたのかな、うん、全然今違うね、じゃあだとしたら、はい、よかったね、だんだんやっと真っ白になりました、はあ、え、もう一度そのグループ名を、真っ白なキャンバスです、あ、そう、真っ白なキャンバスっていうグループ名、はい、グループ、そうです、へえ、面白い、何人グループ、5人で活動してます、あ、じゃああと2人いるんだ、はい、はい、はあ、今日はじゃあ TIFF のライブ終わり、今終わって、うん、はい、急遽飛び入りで参加させていただきました、ありがとうございます、わざわざ、え、どんなコンセプトのグループなの、誰が言うの、青春なみたいな、ちょっと長いんですよね、 あ、いいよいいよ、聞きたい、あなたと一緒に書いていきたい、大きな夢を書いていきたい、この真っ白なキャンバスに自分たちでも覚えれないぐらい長いんだ最近変わったね、7月にリニューアルみたいな、リニューアルしちゃったのこの期間中に、何からリニューアル、それぞれの重なり合ったそれぞれの光は誰がちゃんと覚えてんのはい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 、真ん中、重なり合ったそれぞれの光は真っ白な光になる、そんな夢なんてなる、そんな真っ白なキャンバスに夢を描いていく結局何、え、ちょっと分からなかったものを分かりやすくしたんですけど、まだちょっとそう、あの大体あのラジオとか番組とか出させていただいてコンセプトを聞かれて、うん、一生懸命答えるんですけど結果何なのってなるんですよ、説明もあんまりできない、要は、まあ、要はあれ、なんか旧コンセプトはなんか自分たちで夢をなんか、うん、なんか夢を書いていこうみたいな、自分たちが書いていくって感じだったんですけど、うん、新しいのはみんなと一緒に、そう、ファンのみんなもちょっと優しくなったんだあ、なるほど、自分たちだけじゃなくてみんな一緒にしましょうっていうスタイルに、はあ、みんなで築き上げようねみたいな、はあ、グループ歴自体はどれぐらいなの、3年になるけど、あの一番初期からいるメンバーが今この場にいないんですよ、みんな途中加入の、そうなんだ、はい、え、じゃあみんな何年くらいこのグループになって、私は2年半
ぐらいです。私たちはもうすぐ2年です。あ、ここ2人が同期なんだ。はい、同期です。はあ、その前にみんなは何してたの？このグループに入る前は。その前はあ、でも個人で活動してたりとか、アイドルとして、あ、お芝居をやってたりとか。へー。全然あの初めてアイドルになった子もいます、グループの中には。はあ、うん、え、2人は？私は子役と舞台をやってました。子役っぽい。怖いですか？初めて言われた。何歳から？じゃあ芸歴は。あ、でも年齢非公開だからバレちゃうかもしれない。年齢非公開多いな。多いんですか？多いんですか？いやよく聞くよ。でも、まあね、結果みんな言って帰るけどね。そうだね。言っちゃったって言って帰るけどね。はあ、年齢非公開なんだ。非公開です。え、ここは年、あの、みんなバラバラの年なの？そういうのも言わないの？それも秘密です。ちゃんとしてる。そうなんだ。でもプライベートではみんな何歳っていうのを把握してんの？知ってます、知ってます。誰が一番上？あ、それも言わないです。言わないよ。言わないよ。怖いからね。なかなかちゃんとしてたね。アフィリアたり今の言ってたから、ね、絶対おいしいと思って言っちゃいました。そうなんだ。え、真ん中の子は前は何やってたの？学生。学生。本当にアイドル初めてで。あ、へえ、アイドルやりたかったの？いいんだよ、本当のこと言っていいんだよ、別に。アイドルは本当にもう視野に入ってなかった。じゃあな、何が本当はなんかなりたいものって？タレントとか。タレント。へえ、でもどういうタレント？なんかどういう、うん、なんかどういう、なんか、なんかバラエティやっていきたいとか、リポーターで行きたい。あ、バラエティ系。あ、バラエティ系。じゃあ何でもやるんだ。え、全然体は張れ、ハローといえば張れる。かっこいいね。ちょうどいい企画あるじゃないですか。ちょうどいいな、今日。ね、ちょっと一回真っ白な子たちに真っ白なものをかぶせてみましょうか。なに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 、これちょっと、え、むいちゃん説明してもらっていい？それをかぶ、頭でかぶってもらって。あ、こういうのはやばい。こういうのは粉かかりますよね。え、やったんですか？一回ちょっと、じゃあむいちゃん見本をもう一度いいですか？すいません、何回も。いや、こだってアイドルからタレントに転身する子もいっぱいいるから、ここはやっぱ見せ場だよ。手袋はかぶっとかないとっていう。すごい、やばい。パスポートみたいな感じ。すごい。死んじゃうよ。何回見てもすごい。何？何？ほんとすごい。何？すごい。どうなってるの？気をつけてね。割るんじゃないですか、これ。怖い怖い。あ、ちょっと、もうちょっと後ろに下がれるかな、みちゃん。あ、ごめんね。すごい。え、これでしょ？これがバラエティタレントですよ。え、はい、そう。やっていきましょうか。え、ガチ？いや、ここいろんな、今スタッフさんもさ、いろんな人が見てるからさ。はい。あ、確かに。なんちゅうことよ、事務所確認な、ないとできないんだよ。今スタッフさんが離れちゃってて。あ、やりたかったな。私割り損じゃないですか。事務所確認しなきゃいけないアイドルってティフ出てないでしょ、お前。ティフってそういう場所でしょ。なんか変わったね。変わったわね、ティフって。ティフは何でもやるでしょ、アイドルは。時代が違うらしい。違うの？令和のティフはこうなのね。そう、新しいね。そう、新しいね。変わっていかないと、うちらも変わっていかんといかん。え、いつ戻ってくるの、スタッフさん？あ、じゃ戻ってこないです。戻ってこないの？くそー、見たかったな。したかったわ。したかった。こういうのもあるよっていうことで、今日はちょっと、ね、新しいね、顔が見れるとこだったかもしれないのに。あぶねー。あ、じゃあそういうのは結構見せないんだ、グループで。まだやったことないよね。ないですね。え、どういう感じなの、じゃあその、どんなアイドル？あんまりバラエティっぽいことをやる。いや、なんか体張るっていうか、なんかウォータースライダーに乗りながら歌うみたいなのはやったよね。新曲。新しい体の張り方だね。体張ってんのか。本当に体を張るやつなんだね。でもなんかまだちょっと楽しいレベル。そうだよね。だってみんな遊んでるもんね。そうそうだね。今のはやばい。今のって多分特別な訓練みたいな。受けてる。みーちゃん特別な訓練受けてきたもんね。そうですね、特別な訓練受けてるのはやばい。じゃなきゃなかなかあんなできないからね。修行しなきゃ。はあ。え、でも気持ち的にはそういうのもやっていきたい？
あ、なんか普通に 泥の中にダイブとか、うん、なんかあんま命に関わらない感じのやついや命に関わることは誰もやんないよ生きてる生きてる生きてる風船とかって絶対かぶっちゃいけないみたいな教わったあ、そうなの親になんかゴムを貼り付いたら親にゴムはかぶっちゃダメだからねって教わったのゴムとビニールは貼り付いて呼吸ができなくなるから気をつけてってあ、じゃあ柔らかいとこで言うと私ちっちゃい頃よくやってたけどみかんネットはかぶっていいわよあれはかぶれますあ、ほんとみかんネットはかぶれるみんな大丈夫です、大丈夫ですあ、ほんとストッキングはストッキングはちょっと厳しいかもしれないストッキング厳しいかストッキングをお互いかぶり合って引っ張り合うここで、すいません、アフィリアさん、お時間ですするのかと思ったありがとう、長い時間ありがとうございました最後なんかある4日10月4日の TIFF は、1時5分からスカイステージがあるのと、うん、あの私があちょっとじゃあ前に、うん、私があのコラボステージに今回参加させていただくんですけどコラボステージもあるんだはいあのもうルーチェトゥインクルウィンクさんアイドルカレッジさん天候少女さんと純情のアフィリアの4組で、うん、あの曲をそれぞれの曲をシャッフルでやるコラボステージっていうのが、うん、あの最終日にあるので、はい、まあ、フィリアのステージとそのステージをぜひ見に来てほしいです、うん、はい、はい、ありがとう、ありがとう、長い時間ありがとうね、本当にありがとう、ありがとう、たくさん、また来てよ、またね、また来ます、またね、またね、バイバイ、バイバイ、はー、ありがたかったな、ごめんね、うん、話がそれちゃったけど、ごめんね、全然、はー、そっか普段は どんなことしてるの？だって体張るだけじゃないもんね。普段はでもライブが多い。ライブ曲とかはどういう感じの曲なの？なんか結構アイドルっぽくないよね。っ、うん、ぽくないんだ。ちょっとロック調だったり。ラップ？ロック調。ロック調。ロック調。はあ、ごめんなさいね。全然大丈夫。なんか恋愛ソングとかもなくて、うん、へえ。自分自身の葛藤みたいなのを歌ってる曲が多いです、うん、へえ、ね、あ、そうなんだ、うん、みんなそれぞれキャラクターはもうなんかあるの？あんまりな、ある？なんかでも3年もあんまでも2年か2年とかやってたらそれぞれのもう個人のキャラクターとかも生まれてくるんじゃない？みんなそれぞれどんなおバカ真ん中の、はい、何ちゃん？千秋ちゃんです。千秋ちゃん？千秋ちゃんおバカなの？おバカです。どういうおバカなの？なんか時空が歪、なんか話が通じなくて。あ、でもその感じはちょっと最初からね感じてる、うん。独特の空気感がね。うん。うん、なんかメンバー同士喋ってても千秋ちゃんとはなんか会話が噛み合わないことが多かったりとか。3秒前にしてた話を3秒後ぐらいに、うん、これって何々だよねって聞かれてそれさっき話したよみんなでみたいな、うん、同じこと何回もあでも同じことではないかもなんか、うん、みんなが話してた話をワンテンポ遅く入ってくるみたいな、うん、だからさっきもなんだっけアシスタント MC っていう言葉が会話の中に出てきたらえアシスタントって何荷物持つやついっぱい荷物持つやつってずっと言ってて多分 MC が入ってきてなかったMC のアシスタント MC っていう一つの括りだと思わなくてなんかアシスタント MC やる人決めるんだけどみたいな、うん、で MC 担当とアシスタントなんでメンバーからアシスタント選ぶんだろうってずっと思いながらなんか何言ってんだろうって思いながらそうアシスタントって荷物とか運ぶマネージャーみたいなやつでしょって言ったらはぁみたいな言われてこっちがはぁみたいなねいらっしゃーいいらっしゃいませーまた全然違うこんにちはこんにちは大阪春夏秋冬です大阪春夏秋冬のゆうなですルナですよろしくお願いします、ねね、全然変わったねイメージがいやありがとうございます全然わかんなかった今うっそじゃん肌白くなってるなんか白い担当っぽくなったね白い担当できました黒いの今日着てないですはいそうなのはいあの年下二人ではい今日全然イメージ変わったからちょっとわかんなかった本当にいやあの綺麗になった7月の29日にアルバムを出したんですけど、はい、ちょっとあのぜひ聴いてくださいありがとう嬉しいあの中にサインを心を込めて書かせていただきました、はい、マジではいぜひ髪の毛が見えなくなっている、ね、あそうなの私もイメチェンしたんだけど、ねね、みんなもなんかやっぱ大人になったねあら
綺麗になったね。綺麗になったよね。いや、構造の構造の姉ちゃんが来たかと思ったよ。あらあらあら、そう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 、一瞬プレディアかと思った。また来たのあれって。やった。誰みたいな。お邪魔します。わあ、すごい嬉しい。失礼します。みんなみんなからのサイン入りだ、嬉しい。久しぶりにもらうよね。確かに久しぶりにもらったよ。てかアイドルさんに久しぶりに会ったんだけど私。いろんなね。久しぶりに会った。お久しぶりです。お久しぶりです。あの今日エオンちゃんにかましてこいよって言われて。かます？あのエオンちゃん明日来るんですけど。来んの？はい。マジうるせえじゃん。そうかましてこいよって言われて、でも普段 MC でも喋んない2人なんで。そうなんですよ。え、今日の選抜はなんでこの2人になったの？バランス。なんか何バランス、露出バランス、バランス、誰が決めたバランス、バランスで頑張ります。はい。え、今日はシカシュンちゃんもティフでライブやってきたの？はい、やってきました。今日が2本と明日3本あって、なんかそれぞれエオンちゃん MC したり、まいなちゃんコラボしたり、カラオケ大会出たりみたいな。え、忙しいね。いや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 、はあ、圧倒されちゃってる。あらね、ごめんね、話の途中だったのに、ね、すみません、イメージがね、席も間違いないです、すみません。はあ、すごいね。え、どうだったティフは？いやー、なんかやっぱり、うん、今日スカイステージとスマイルガーデンに立たせていただいたんですけど、はい、やっぱり大阪春夏秋冬としてもすごい思い入れのあるステージなんで、うん、なんかこうしていつも真夏のジンジンする中でやってたパフォーマンスが、ちょっと涼しい感じで、そうだよね、そう、しかもみんながいないから余計に涼しく感じて、うん、ちょっと寂しいなって感じがしたんですけど、いやー、ほんとそうだよね。そう、でも楽しくしっかり届けられたかなと思います。素晴らしい。なんかベテラン集がなんかすごいね。すごいよね。もうキョトンってなっちゃって。知ってる？シカシュン。知ってます。そう、あのライブをもともと対バン予定を、ね、あ、そうなんだ。そうなんだ。私たちの主催の対バンイベントに出てくださる予定だったんですけど、うん、そう、そのイベントがね、あ、コロナでなくなってしまって。そうなんですよ。はー、そうなんだ。じゃあその夢のコラボはまだ実現してない。できず、はい、ここでコラボしちゃってるから。どういうコラボする予定だったの？ごめんね、ごめんね。どういうコラボする予定だったの？そのでもほぼ喋ったことないですよね。そうなんですよ、ね、え、なんでそのコラボが話が出たの？あ、それはこちらからオファーさせていただいて、はい、何組かそれは白キャンさんに出ていこうっていう。なんでなんでなんで白キャンさんだったの？でも曲調は知ってて、その、ね、あ、ロック調の。そうです、そうです、そうです。うん、それこそその音楽性にも惹かれて、ギャップもありますし、うん、はあ、あ、じゃあやっぱすごいかっこいい感じなんだ。はい、両方あります。全然イメージつかない。え、待って、かっこいい感じできるの？できます。だってやるしかない。すごいホワ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 してる感じじゃん、うん、顔つきとかも変わんのかな、じゃあやっぱり。もう、うん、バキバキゴール。え、もうライブ中煽ったりとか？あ、彼女が、あ、煽り、煽り担当なんだ。いや、でも担当ってわけではないんですけど、もう一人の子と二人でやったりしてやってくれてる。シロキャンちゃんから見たこうイメージ。あ、それどうしても聞くやつ。シロキャンちゃんのイメージ。いや、なんか話の流れがあったから。スタッフさんがどうしても聞きたいらしい。今どうしてもスタッフさんが聞きたかった。どうして、ね、いいですか、質問を。シロキャンさんから見たシカシュンちゃんのイメージ。イメージ、なんかめちゃめちゃアーティスティックな感じで、なんかスマイル、いつだっけ、2010何年かのスマイルガーデンのなんか映像をすごい何度も見させていただいてて、なんか曲振りとかがなんかもう全部かっこいいんですよ。なんかちょっとすごい語ってから聞いてください。いや、でもかっこいいよね。なんか、シカシュンちゃんのライブマジでかっこいいと思う。なんか曲名だけじゃなくて、なんかちゃんとエピソードみたいのをつけて、一つの映画のワンシーンみたいな。めちゃめちゃかっこいいと思って。あれはね、普通のアイドルはできないよ。いやいやいや、いや、多分もうアイドリングとかがああいうのやったら茶番でしかなんないもんね。そんなことないでしょ。あれをアーティスティックにかっこよくできるのは、やっぱシカシュンはすごいよ。いやいや、嬉しいです。ありがとうございます。じゃあもう元から見てたんだ。見てました。嬉しい。あ、じゃあもう憧れの気持ちも。そうです。それでこの間、あの、なんか歌
チアソングプロジェクトみたいなのがあって、うん、それでちょっと前田さんとご一緒させていただいて、もうその時も、はあ、前田さんだ、めっちゃ良かったです、あれ、うん、ありがとうございます。めっちゃ良かったすごい、なんか歌を歌う、結構交流あるんだね、じゃあ、うん、意外と、ね、でもグループ同士でっていうのはまだあんまりちゃんとなくて、はあ、うん、はあ、ここが初、うん、千秋ちゃん大丈夫、話届いてた今のとこ、うん、千秋ちゃんはシカシュン、シカシュンちゃんのなんかイメージってどんな感じ、見た目ですか見た目がいい、どっちが言いたい、見た目と中身。え、今さっきは曲とかのこと言ってたから、うん、あれ見た目とかえ、めっちゃ大人っぽいめっちゃ大人っぽい、千秋絶対こんな綺麗な服装絶対似合わないし、なんかできるのすごいなって、もなんかすごいな、すごいですありがとうございます落ち着いてなんか大人になってきちゃったよ。でも千秋ちゃん、バラエティタレントって難しいからね怖いよ、現実今のじゃ埋もれちゃうよ、やばいやばいやばい、怖いよ。いやでもね、曲調とかもその一緒な感じだったら後にやっぱそういう風にもいけるんじゃない、うん、ね、ぜひ一緒に、ジロキャンのみんなも黒いキャンバスみたいな感じ、黒コンセプトがまた変わりますよ、またリニューアルする、また真っ黒になっちゃうかもしれないです、今度真っ黒にして夢なんか自分で叶えろみたいないいじゃん、すごい使ってる、それもかっこいいじゃん、曲振り、そんなんでいいじゃんいいじゃんねえ、え逆にさ、だって本当は自分はこういうコンセプトでやりたいんだけどな、うん、みたいな、なかった、ある、ね、そんな、いやでも、うん、あのゴリゴリのアイドルは多分自分のキャラだと難しかったんだろうなって思ってるので、うん、え、そうかな、すごい、ね、アイドルっぽい感じするけど、いや違うの、もうなんかもうキューンとかできないです、絶対キューンできない私もできない、そういう子じゃないんだ、そうなんですよ、あんまり可愛く見せてみたいなのはしないの、うん、まあ、そういう子は、うん、あの他メンバーでもいるので、うん、今ここにいる子たちは多分できない方の人たち、うん、え、そうなの、割とさっぱり系がって感じじゃない、はい、今日はさっぱり系の、さっぱり系、ね、柑橘系の子たちが、はい、え、どんな感じのあれなの、イメージは、私多分結構突っ込んでる人、はぁ、そうなんだ、うん、結構じゃあズバズバ物を言うような、言っちゃうかもしれない、めっちゃ鋭い、意外だねそうなんだね、そう見えないけどね、ねぇ、はぁ、え、シカシュンのみんなはさ、はい、もうブレないよね、もうずっとかっこいい系のアーティスト系でずっと言ってるよね、そんなことないんですよ、え、なんかブリってアイドルっぽくなったりとかしてたんです、昔、昔、そうなの、それちょっと聞いてください、なんか昔、それこそ今8年目なんですけど、一番最初の 1,2 年はお花持って踊ってたんですよ、そう、あの、見たい、ひまわり、そう、百均の造花持ってダメよ、お花持って歌っていいのは女子流ちゃんだけだからねそうなんですよ、そうそう、ちょうど同じ時期、めっちゃ被ってんじゃん、そう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 、そうなの、ぴょんってあのエオンちゃんも、うん、そうそう、こんな高いヒール履いて踊ってました、え、じゃあ今みたいになんか激しく踊ってとかいうよりも全然、へえ、それ何年くらい、イエスみたいなみんなでイエスみたいな、その当時はみんなそれが正しいと思ってやってたのいや、やばい、やば、怖、今のところは全然違うからさ、そのロックの曲調をあんま知らんかったっていうのはあるかもですね、その時は、その時はそれがやりたいでやってた、うん、でも踊って歌っては好きでした、ずっと、そっかそっか、もう踊って歌ってること自体がもう楽しかった、ね、うん、変わる時ってどうすんの、あの、それこそプロデューサーさんがついてくださって、うん、もうバーンって変わって、最初なんかゾンビのミュージックビデオみたいなになって、うん、そうそう、え、私たち変わりますって告知すんの、あのちょっとあの次のシングルから変わるんですけど申し訳ございませんみたいな、なんかそれこそ名前が大阪春夏秋冬で、最初は大阪から、日本にその大阪の四季折々に咲く花の美しさを伝える、そうなの、そんな文化的なんだけどすごいね、そう、知らんかった、そっからバッと、はー、由来はちょっと変わりますかね、はい、届ける意味では、はー、その変わる瞬間みんなは受け入れたの、うん、ファンの人とか、あ、自分たちもファンの人たちも応援してくれてましたね、優しい、自分たちの心境的にはそっちの方がむしろやりたかったっていうか、ライブやってみて自分の感情あんな感じで
暴れてじゃないけど自分の感情発散して、うん、みんなの感情も私たちが代弁するみたいなライブがやっぱ楽しいなっていう。はあ、うん、もうそんな時間早い早い、あらら、ちょっとパンパンなっちゃった。ほんとあっという間ね。もう9時か。ああもうコメントも早いって。ありがとうございました。終わりか。もう閉店。そうですね。告知して、じゃあ1組ずつ告知を、順調からする。はい、はい、立ちます。10月8日に私たちのワンマンライブ、新宿ブレイズでワンマンライブがございますので、ぜひよかったら来てください。明日も、3つのステージありますので、よかったら朝からホットステージあります。お願いします。お願いします。朝からホットステージ。はい、いいね。あのゴリゴリのバラードやるんで、はい、ぜひ来てください。来てください。いい朝だ。お願いします。お願いします。はい、シロキャンちゃんも吐きます。お茶、待ちました。お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございました。明日も、レオンちゃんがあるんでよろしくお願いします。待ってる。ありがとうございました。ありがとう。はい、はい、じゃあシロキャンちゃんもごめんね、ゆっくり話がなかなか聞けず。めちゃくちゃ楽しかったね。いやー、よかったら懲りずにまた来て。またぜひお願いします。毎日やってるから、うちは。あ、そうだな。じゃあ、毎日来ます。毎日来る。あ、じゃあ次来るときはあのマネージャーにあの白い手袋をかぶっていただけ聞いてください。それだけ聞いてまた今度やりたくなかった。じゃあ告知お願いします。はい、真っ白なキャンバスは11月の18日に3周年記念ワンマンライブをゼップダイバーシティにて開催させていただきます。おー、すごい。その一般チケットが10月末から最後ですね、最後のチケットの受付が始まるので、ぜひ皆さん来てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。噛んじゃったお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。また来てね。ありがとうございました。待ってるよ。お邪魔しました。バイバーイ。ありがとうございます。はい、むいちゃん最初から最後までありがとうございました。私もあのイベントが10月10日にあるので、スナックむっくりやってます。ぜひ飲みに来てください。あとバスツアーも11月にあるので、よかったら。そうなんだ。え、どこ行くの？ちょっとまだミステリーツアーで内緒にしてます。あ、そうなんだ、はい、そうなんです。ぜひぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。ありがとう、わざわざ来てくれて。さあ、こんな感じで終わるのね。今年のスナックも。でも、また雰囲気が違ったわ。お店が開けてよかったわ、ママ。ね、本当だね、うん。全然雰囲気違うけど。でもまた明日もあるので。はい、明日は何時からだ ?19 時からかな。明日19時から。ここでまたありますので、ぜひ見てください。またいろんなアイドルちゃんたちを捕まえて、はい、来たいと思います。お願いします。はい、では皆さん、明日も楽しみましょう。ヘイバーイ。ガラガラー。